今までで一番難しいと思った症例は？その際君は何を学んできたの？東京から来たようだけど、どうしてこんな地方に？地元の大学病院で働くため、面接を受ける俺は、早速面接官たちから様々な質問を投げられた。なんとか落ち着いて一つ一つの質問に答えていく。しかし、一人の面接官が俺の履歴書を一別した後、手術経験数が少なくないか？それでは採用は認められない。と辛口な発言をした。俺はなるべく面接官の気に触らないように、落ち着いた丁寧な口調で。最低手術経験数はクリアして認定が取れましたし、クリアした後は教授の研究と開発に力を入れていたもので、と答えた。しかし、面接官は鼻で笑い。なんだ、最低限のことしかしてないくせに、教授のご機嫌取りばかりしてたのか？東京じゃどうだか知らないが、こんな経験数では話にならない。そして、詰め寄るように。君はこの病院には必要ない。外科には君よりも経験豊富で優秀な医師がたくさんいる。いいか？君の今までの経験数は、エリートと言われる私の1年間にこなす数にも満たないんだよ。こんな実績じゃ話にならない。もう一度腕を磨き直してこい。そうして、俺は第一志望の病院に落ちてしまったのだったが、俺の名前は山下明人。幼い頃から医学に関係する本を読み漁り、自分で言うのもなんだが、もともとの才能に加えた努力、そして両親の協力もあり、東大医学部へ入学することができた。医学部でも努力を惜しまなかった俺は、首席で卒業することに成功した。そのまま東大病院に研修医として入り、外科としての専攻医も修了。様々な手術研修、研究に明け暮れ、無事専門医になることができた。最短と言われる29歳で憧れの専門医になることができて、両親も大喜びしてくれた。そして俺は東大病院を離れ、とある地方都市の大学病院へ入ることを希望していたため、絶賛就職活動に明け暮れていた。俺がこうして専門医を目指すことになったきっかけ、今でも忘れられない。あの出来事が俺をここまで奮い立たせた。俺には幼い頃に大好きだった祖母がいた。両親が共働きで、家に帰ってくるのは夜遅く。鍵っ子として寂しい思いをしていた俺を見た祖母は、それならばと両親が共働きしている時間、俺を預かってくれるようになった。はじめこそ人見知りで祖母のことを警戒したが、温かく迎え入れてくれた祖母を見ているうちに警戒心を解き、やがて甘えるようになっていった。しかし、そんな楽しい日常は徐々に崩れていった。祖母は病に侵されたのだ。そして手術をしなければこれ以上持たない。そう言われて、幼いながらに俺は自分が何もしてあげられない無力さに、悔しさを覚えた。このままでは大好きな祖母と一生会えなくなってしまう。あの笑顔も温かい言葉も聞けなくなってしまう。そう思うと涙が溢れてきた。そんな俺を見た医師は俺の頭を撫でて、おばあちゃんのことが大好きなんだね。大丈夫。僕が必ず手術を成功させてみせるから。と励ましてくれた。これが祖母の担当医、石井先生との出会いだった。手術は無事に成功した。俺も両親も石井先生にとても感謝した。おじさん、おばあちゃんのこと助けてくれてありがとう。しかし、石井先生は戸惑いながら、手術は成功したんだが、と少し暗い顔になる。そこからは両親たちと話し始めた。病気で体が弱っていた祖母は、大手術に体が耐えることができなかったようで、結局、術後数ヶ月で体力が戻らず、他界してしまったのだ。回復できなかったのは、私のせいです。
亡くなってしまった祖母を見て悔しそうに石井先生がそう言ったことを今でも鮮明に覚えている。石井先生はもっと短い時間で手術を終えていれば、それにもっと体に負担のかからない手術方法があれば、本当に申し訳ありません。そう俺たち家族に悔しそうに頭を下げた。しかし手術をしなければ祖母はその数ヶ月すら生きていられなかったはず。石井先生には十分感謝していると俺たち家族も思っていたので、顔を上げてください、先生は何も間違ったことはしていません、むしろ少しでも生きられる時間を増やしてくださってありがとうございましたと感謝こそ伝えはしたが、非難などは一切しなかった。このことがきっかけとなり、俺は医者を目指すことになった。治療のために手術が必要なのであれば、それをいかに患者の負担が軽いものにするかどうか、それこそがその後の体調回復に大きく関わると思い、外科の専門医を目指した。さっきも話した通り、猛勉強の末、東大医学部に合格し、その後も努力を怠らず、首席で卒業した後は、ひたすら医学の道を突き進んでいった。念願の外科の専門医になり、俺が就職先に希望したのは、地元でもある地方都市の大学病院。ここはかつて祖母が手術をした病院で、石井先生もまだ在籍していた。石井先生が祖母を助けられなかったと悔しそうに語った姿こそ、自分が尊敬し目指す医師の在り方だと思っていた俺は、迷わずその大学病院への就職を決めていた。面接試験のために書類を提出し、無事に書類審査を通過。大学病院で面接を受けることになった俺は、久しぶりに地元へと帰り、両親も大喜びで迎え入れてくれた。実家に帰って、まずは仏壇の前で手を合わせる。仏壇で微笑む祖母の写真を見て、心が洗われるような気分になる。これからもっと頑張るよ。そうつぶやき、決意を新たにして面接に向けて心を落ち着かせた。地元に帰ってきて早速石井先生に連絡をし、地元に帰ってきたこと、大学病院の面接を受けることを報告した。石井先生は祖母の葬儀や節目に仏壇に手を合わせに来てくれていて、東京に行くまでは医師を目指す俺にとって良き相談相手だった。石井先生にとって祖母のことはそれほど大きなことだったらしい。東京に行ってからも俺は石井先生への連絡を欠かさず、今回地元に帰ってきたことも伝えていた。自分がいる大学病院で一緒に働けることを願っているよと激励を受け、改めて身が引き締まった。面接日当日、緊張しながら大学病院へ足を運ぶ。面接を待つのは俺を含めて3人で、待機場所となった会議室で自分の順番が来るのを待っていた。山下さん、案内するのでついてきてください。自分の順番が回ってきて面接の部屋へと案内される。短い廊下を一歩一歩踏み出す足には重りがついているかのように思い、こちらが面接室です。俺は案内してくれた担当者に一礼し、緊張しながらも失礼します、少し震えた声でそう言って面接の部屋へと入る。目の前に並ぶ面接官たちを見て緊張が高まり、思わず息を呑む。着席を促され、すぐに面接がスタートした。今までで一番難しいと思った症例は？その際君は何を学んできたの？東京から来たようだけど、どうしてこんな地方に？面接官たちから様々な質問を投げられる。あくまでも想定内の質問が多く、なんとか落ち着いて一つ一つの質問に対し予定通りに答えることができた俺は、だんだんと緊張も解けてきていた。面接官たちは俺の履歴書を見て、俺の回答を聞き、履歴書を事前に見てた時から気になっていたが、やはり東大史跡はすごいな、とか、あの教授のもとで先行医研修したのか、
気難しいのにこうも功績を挙げられるとはなかなか感心だ、など俺の経歴に感嘆していた。しかし一人の面接官だけは俺の履歴書を一別した後、ずっと俺のことを睨みつけていた。俺は何か気に障ることをしたかなとは思いつつ、他の面接官の反応は良いこともあり、あまり気にしないでいた。面接官たちの質問が終わった後、最後に俺のことを睨み続けていた面接官、中島医師が口を開いた。言うほどすごいのか？君は外科の専門医を修了して認定されているが、手術経験数が少なくないか？これでは採用は認められない、と辛口な発言をした。随分と高威圧的な医師だなとは思いつつ、なるべく気に触らないように落ち着いた丁寧な口調で、最低手術経験数はクリアして認定が取れましたし、クリアした後は教授の研究と開発に力を入れていたもので、と俺は答えた。しかし俺の回答を聞いた中島医師は鼻で笑い、なんだ、最低限のことしかしてないくせに教授のご機嫌取りばかりしていたのか、と俺のことをバカにしだした。俺はそれは違うと説明しようとしたが、中島医師は俺の言葉を遮り、東京じゃどうだか知らないが、ここの大学病院は腕の確かさが最も重要で求められるんだ。こんな経験数では話にならない、と詰め寄ってきた。さらには、君はこの病院には必要ない。外科には君よりも経験豊富で優秀な医師がたくさんいる。いいか、君の今までの経験数はエリート医師と言われる私の1年間にこなす数にも満たないんだよ。こんな実績じゃ話にならない。もう一度腕を磨き直してこい。あ、それか、教授のご機嫌取りのために東京に帰ったらどうだ？中島先生、それは言い過ぎです。どうしちゃったんですか？らしくない。ある面接官が中島医師に反論した。しかし、君たちこそ東大出身だからって彼を甘く評価していないか？いい大学を出ている？それが実際の手術の技術に関係があるのか？むしろ東大出身だからって調子に乗るきっかけになるとは思わないのか？と言い返す。俺はその言葉に思わず、俺はそんなことしません、と言ったが、中島先生がこうやって食いかかってくるのがその証拠だ。君は不採用だ。さっさと帰りなさい。中島医師はそう言って俺をその場で選考から落とした。他の面接官たちは、そんなあんまりじゃないですか、考え直してください中島先生、と中島医師を止めようとしてくれたが、誰が何と言おうがここの第一責任者は俺だ。それとも何か逆らうとでも言うのか、と威圧的に接するから皆萎縮してしまった。俺はその場で不採用を言い渡されたことに、言葉では表せきれないほどのショックを受け、どうにか、わかりました、と言って頭を下げ、ふらついた足取りで部屋を出た。自分の経歴なら必ず受かると思っていたが、こんな思い上がりだったようだ。ショックを隠せないまま自宅へ帰る。両親は笑顔で迎え入れてくれたが、俺の今にも消えそうなよろよろな姿を見て、アキト？と俺の顔を伺ってきた。俺は何も話す気になれなくて、両親には落ちたとだけ伝えた。両親は俺を励まそうと、そう、でもまだ若いしきっと大丈夫、アキトのこと、きっと欲しがる病院はいくらでもあるわよ、と言葉をかけてくれたが、俺はその言葉に何も返せずに自分の部屋へと入った。地元の大学病院を幼い頃からの目標にしていて、ここ以外の病院に入る気のなかった俺は、絶望しながらも他の病院を探さないとなと思いつつ、ベッドに寝転び、今までのことを思い出していた。きっかけは祖母の出来事だった。しかし、今では医者という職業自体に誇りを持っているのと、自分が今までしてきたことを無駄にしたくないということ、心よく送り出してくれた教授に申し訳ないという思い、次から次へと今まで医者を目指す過程での思い出が浮かんでは消えていく。そんなことを考えていたら、いつしか疲
疲れ果てた俺はそのまま眠ってしまった。翌日、アラームもかけずに眠ってしまった俺だったが、スマホの着信音で目が覚めた。目をこすりながらぼんやりとした視界の中、スマホを見てみるとおびただしい数の着信履歴が。何事かと思いよく見てみると、すべて例の大学病院からだった。俺は慌てて電話を折り返す。すみません、山下ですが。電話の相手は大学病院の院長からで、早朝に申し訳ないが、今すぐ来てくれ、と言われた。俺はあんなに焦っている院長の声は初めて聞いたため、何が何だかわからなかったが、とりあえず着替えて大学病院へと向かった。大学病院に到着すると、早速院長室へと案内された。そこには、昨日面接してくれた面接官たちと、院長である石井先生が待ち構えていた。そう、当時祖母の担当医だった石井先生は、この大学病院の院長になっていたのだ。俺の顔を確認した石井院長は、申し訳なさそうに苦笑いを浮かべながら、急に呼び出してすまない。昨日の面接に不備があったようなんだ、と話し始めた。その言葉に、苦々しい顔の中島先生と、複雑な表情をおのおの浮かべる他の面接官たち。石井院長は、改めて聞くが、なぜ彼が不採用になったんだ、と面接官たちに問いかけた。私は採用するつもりでした、と一人が言葉を発すると、私も同じく採用するつもりでした。私もです。と次々と言葉をつなげる。そして最後までうつむき、沈黙していた中島先生の方を見る。中島先生、君はどうかね？石井院長に回答を促された中島先生は、しぶしぶ顔を上げて。彼は経験数が少なすぎます。専門医に認定されたかもしれませんが、最低限の経験数をこなした後は研究に明け暮れていたとのことで、我が病院には実力不足です。と苦しそうに言った。それを聞いた石井院長は、彼の正体を知らんのか？と声を張り上げ、中島先生に詰め寄った。彼は東大病院の内視鏡手術支援ロボットの権威の教授のもとで、ずっと腕を磨いてきた第一人者なんだぞ。そんな貴重な人材をどうしてみすみす逃すんだ、と石井院長の怒りは収まらなかった。石井院長の言う通り、俺は祖母のような体力のない人でも手術を受けられる方法を探していて、内視鏡手術にたどり着いた。さらに精度を高めるためロボット支援手術を知り、それを研究している教授について必死に学んできた。つまり俺はその道の第一線で数多くの手術をこなしてきた。その結果、アキトは普通の外科手術例こそ専門医になるための最低限しかこなしていないため少ないが、誰よりもロボット支援手術に長けている人材に成長していた。俺は東大病院で内視鏡手術支援ロボットを使った手術の腕を磨くべく、普通の外科手術よりも内視鏡手術の方に積極的に参加していた。そのせいで一般的な外科手術の手術経験数は少なかったが、その代わりロボット支援手術の症例数は同期の医師と比べて群を抜いて多い。そのこともあり、教授にも目をかけられ、この世界ではまだ若手の部類に入るのにもかかわらず、一流の医師と比べても遜色ない腕前と評価し、研究者の一員として受け入れてくれた。東大病院でも数多くの手術を成功させており、特に一般の外科手術に体が耐えられないと言われる高齢の患者を多く救ってきた。それだけでなく、働き盛りの年齢の人たちからも入院する期間が短縮されると評判で、わざわざ内視鏡の手術を受けるために転院してくる人もいるほどだった。それらもすべて経歴書に書いてあったが、中島医師はろくに読まずに東大出身ということ、そして単純な手術の実績数しか見ずに俺のことを嫌い、面接で不採用にしていた。一連の俺の実績を聞いて青ざめる中島医師に、
石井院長は改めて問う。中島先生、君は優秀な医師だ。医師を見極める力もある。うちのような地方の大学病院に面接に来てくれる人は、名も知らないような大学出身の者も多い。しかし、中島先生は見極め、そして採用後も面倒を見て、一人前の医者たちへと立派に育て上げてきた。だからこそ、採用の第一責任者として面接の場に行ってもらっているのに君らしくない。改めて聞こう。どうして山下くんが不採用なんだ。中島先生はうつむき、東大出身にはろくな奴がいない。プライドばかり高くて使えない。と小さな声でつぶやいた。中島先生の弱々しい声を聞いた石井院長は、それこそ君らしくない。出身大学で優劣をつけるなんて。君は昔何かしらひどい目にあったのか、と優しく、しかし切実とした態度で問いただす。そして中島先生はしぶりながらも過去にあった出来事を語ってくれた。それは中島先生の研修医時代の話だった。それなりに高学歴でエリートと言われる大学を出ていた中島医師だったが、それでも謙虚に、つつましい態度で研修医生活を送っていた。しかし、運が悪かったのだろう。東大出身の指導医に散々馬鹿にされたそうだ。へえ、木下大学？頑張ってるみたいだけど、所詮、負け犬の遠吠えって感じだな。俺は東大出身だ。まあ、せいぜい足引っ張らないようにな。と言った具合に。中島先生は、それでも、自分は研修医の立場で、相手は指導医だからということで、反論などはせずにひっそりと過ごしていた。しかし、あんまりじゃないですか。俺の研究成果を横取りするなんて。そう、事件が起こったのだ。中島先生が研究していた成果を、どうやらその指導医が横取りして自分の実績にしたらしい。何を言うんだい。こういうのは、東大卒である。俺みたいな人が発信していかないと説得力というものがないんだよ。むしろ俺のおかげで認められていくんだから感謝しなさい。中島先生はもちろん納得することができず、同期の研修医や先輩医師に助けてもらおうとした。しかし彼は指導医だから誰も逆らえないんだよ、と断られてしまったそうだ。そんなことがあったから東京の大学病院で就職することを諦め、東大出身者がいなさそうな地方の大学病院に就職したという。そうやって逃げてしまった中島医師は、余計自分のことが惨めに感じられて、東大出身、ましてや首席だなんていう俺がこの大学病院に入ってきたら必ずバカにされる、他の医師にもどんな悪影響があるかわからないからと恐れたということだった。そうか、そんなことが。そういうことなら君の気持ちはわからなくはない。だが山下くんはそんな人間じゃないんだよ。それにきっと他の東大出身医師だって優秀なものは多くいる。中島医師の指導医はそんな人間だったかもしれないが、それこそ上に立つものになった中島先生が今見極めていかなければ聞けないんじゃないのかな。石井院長は諭すように言った。長期に戻った中島先生は、申し訳ありませんとうなだれた。石井院長は改めて俺の方に向き直り、うちの者が失礼な態度をとってしまって悪かったね。他の面接官には好評だし、改めて院長である僕から見ても、山下くんは喉から手が欲しいほどの人材だ。山下くんが良ければうちで働いてくれないか。言って握手を求めてきた。俺はいろいろあったが、それでもこの病院で働きたいという気持ちは変わっておらず、こんな形ではあるが長年の念願が叶って、力強くお願いしますと石井院長の手を握り返した。石井院長は笑顔で、一緒に働けて光栄だよ、と俺の肩をトントンと叩いて、これからよろしくな、山下くん、と激励の言葉をくれた。こうして俺は
無事に大学病院の外科医となった。得意とする内視鏡やロボット支援手術のスペシャリストではあるが、手術の症例数は中島先生にも指摘された通り少なく、先輩の先生の方々にはかなわなかったので、積極的に教えを請いに行った。その中には中島先生もいて、自分でエリートというだけあって、腕も知識も超一流だった。しかし、俺の技術を知ると、患者の負担が減ることを知り、最近では中島先生の方から、この手術は内視鏡がいいんじゃないか、私にも手伝わせてくれと言われるようになっていった。中島先生は俺への東大偏見をなくし、有能な外科医として扱ってくれている。他の外科医たちも、この症例ならいける、これなら回復の方が、と積極的に手術方法を提案するようになった。この病気なら手術はこれ、と今まで決まり事のようにこなしていたのに、新たな可能性を探るようになった外科医たちに、石井委員長も大満足。俺自身も内視鏡だけでなく、回復手術や切開を伴う手術に積極的に参加していき、腕を磨いた。最近では大学病院の評判がすこぶる良い。今までは大学病院などの大きな病院の医師は冷たくて、言われるがままに手術をしているというイメージが患者からしてみれば怖かったという。しかし最近では、手術方法に対して外科医が積極的にディスカッションするせいか、患者のための手術だという認識があるのか、医師から患者ファーストの気持ちや熱意が感じられるようになったということで、より患者に親身な様子が評判のきっかけになったようだ。これは嬉しい変化だと石井委員長は喜んでいて、新しい風を吹き込んでくれた俺のおかげだと褒めてくれる。俺は、いえ、この病院の医師はみんな尊敬できる人たちばかりです。当たり前のことですよ。と笑顔で返した。大学病院の一員として働き始めて、もうすぐ2年が経過するという頃、俺たちは新しく受け入れることになった患者の手術方法に関して会議を行っていた。新しく来る患者は79歳と高齢だ。ここはやはり内視鏡を活用した手術の方がいいと思うんだが。私も中島先生に賛成です。中島先生の案に他の医師も賛同する。それじゃこの手術の担当は山下先生だね。石井委員長の言葉に俺はうなずく。すみません、少しいいですか。そう言って挙手をしたのは中島先生だった。内視鏡の手術、今回は私に任せてくれませんか。これまで私は近くで山下先生の技術を見てきました。そろそろ頼りっぱなしじゃなくて技術を身につけたいんです。中島先生の言葉を嬉しく思ったのか、石井院長は、そうかね、山下先生。山下先生から見て、今回の手術、中島先生に任せていいと思うかい？と、こちらに意見を求めてきた。俺がこの病院に来て約2年間。優秀な中島先生は、俺に手術について教えてくれるだけではなく、俺の手術も近くで見て、わからないことがあれば、率先して聞いてきてくれた。任せるに十分な経験値をもうすでに持っていると判断している。だから俺は。そうですね。今回は中島先生に任せる形でいいと思います。私もまずは第一助手として入るので。と笑顔で承諾する。俺と院長の意見が一致したことから中島先生はほっと一息ついて。それでは山下先生、第一助手よろしくお願いします。と手を差し出された。俺はもちろんと言わんばかりに手を握った。これから例の患者さんのもとへ行くんですよね。中島先生と共に向かう先の患者について、俺は確認した。ああ、ごめんな。内視鏡の手術について説明するのに同席してもらう形になって。いえいえ、いつもお世話になってますから。そんな雑談をしながら患者のもとに向かう。そうだ、中島先生。患者の症例は確認してましたけど、個人情報は特に見てませんでしたよね。なんでも、元指導医をしていたらしくて、名前は…俺は手元にあるカルテを確認する。あ、そうそう、宮崎文夫さん。元医学界の人間なら、
今回の手術の話も理解してもらえそうですね。俺がのんきにそんなことを言っていると、中島先生の足が止まる。宮崎文雄？いや、まさか。中島先生の顔が少しずつ青くなっていく。様子がおかしいことに気がついた俺は恐る恐る。中島先生？大丈夫ですか？顔が真っ青ですよ。と様子を伺う。中島先生は俺の言葉にハッとしたのか、何かの怨念を振り払うようにブルブルと顔を横に振り、いや、なんでもない。行こうか。と再び足を運び始めた。なんとなく気まずい雰囲気になってしまって、そこから俺が中島先生に話しかけることはなかった。そして患者の病室へとたどり着き、中島先生が扉をノックする。扉の向こうから老人のどうぞという声がしたのを確認して、俺たちは病室へと入っていった。今回、宮崎さんの担当医になりました。中島と申します。早速ですが、今後の手術についてご説明させていただきたく。と中島先生が説明を始めようとしたとき、なんだって？中島？あの木下大学のか？と中島先生を見てニヤニヤし始める。中島先生は苦しそうに目を閉じる。そうか、さっきの中島先生の違和感のある様子、俺はもう一度手元のカルテを見直す。出身大学、東京大学、元指導医、例の中島先生の東大偏見の元になったトラウマ指導医だろう。俺は再度中島先生の様子を伺う。中島先生は苦しそうな顔つきだったが、気を引き締めて再度話し始めた。お久しぶりです、宮崎教授。その節はお世話になりました。改めて今回の手術について説明したいのですが。しかし中島先生の言葉を遮り、なんだと？中島くんが僕の手術を？冗談じゃない。東京から逃げたような君が僕の手術を？絶対に認めない。それに僕がわざわざ東京からこんな地方の大学病院に来たのは、今巷で話題の内視鏡の手術を受けるためだ。お前には用なしなんだよ。と中島先生のことを罵倒した。それでも中島先生はめげずに、その内視鏡の手術を僕が担当させていただくんです。と言い返した。教授は少し驚いた様子で、ほほー、君は君で腕を磨いてきたと？それでは聞くが、今まで担当した内視鏡の手術は何件だ？と中島先生に伺う。それは、担当者としては今回が初めてですが、助手としては、なんだと？初めての手術をこの僕にするというのか？舐めているのか？宮崎元指導医は顔を真っ赤にして怒ってしまっている。このままではまずいと思い、俺はすかさずフォローを入れる。宮崎さん、中島先生は約2年間もの間、内視鏡の手術を間近で見てきました。技術についても問題ないです。ご安心ください。なんだね、君は。申し遅れました。今回、手術の際に第一助手を務めさせていただく山下と申します。山下？ああ、君があの、いや、噂は聞いているよ。東大医学部首席で卒業して、若手ながらベテラン並みの腕、先輩として鼻が高いよ。君が僕の手術をすればいいさ。と急ににこやかになる。中島先生のメンタルが心配だ。ひとまず引いた方が良いだろうと判断した俺は、また改めて説明に伺いますね。中島先生、行きましょう。と中島先生と共に退出し、そのままお互いの持ち場に戻った。退勤直後、帰ろうかと思いふと休憩室を見ると、肩を落としている中島先生を見つけた。中島先生。気落ちしている中島先生に恐る恐る声をかける。すまない、やはり今回は山下先生に手術をお願いしようと思う。気が弱くなってしまった中島先生を見て、俺は今回ばかりは俺が担当するほかないなと思っていたその時、本当にそれでいいのかい？休憩室に突如石井院長が現れ、俺たちは驚いた。宮崎元指導医と先ほど話をしてきてね。担当医を
山下先生に変えてほしいって。事情も大体は聞いたよ。それなら、どうしてと言わんばかりに戸惑った顔で、石井院長を見つめている中島先生は、本当に弱々しい姿に見えた。これは、チャンスなんじゃないのかい。自分はここまで成長したんだって見せつける。もちろん、手術に私情を持ち込むのは良くないことだ。冷静な判断ができないのなら、僕も山下先生に任せたいと思う。でも、2年前、自分の中のトラウマを封じて、こうして山下先生とうまくやっているだろう。大丈夫、中島先生なら乗り越えられるさ。石井院長は穏やかに中島先生のことを励ました。俺もつられて、中島先生、やりましょう。大丈夫です。俺も隣についていますし、手術中に嫌味言われることなんてないんです。患者さんは患者さんです。一緒に助けましょう。俺たちの激励により、中島先生はゆっくり立ち上がり、わかりました。やりましょう。と改めて立ち上がってくれた。宮崎元指導医の手術説明は、俺と中島先生、そして石井院長も立ち会ってくれて、なんとか中島先生が担当医となることで納得してもらえた。相変わらず中島先生に対しての嫌味はあったが、中島先生は凛として受け流した。そして手術当日、万が一のことがあったら医療裁判を起こしてやるからな。最後まで中島先生のことを脅かす発言をする宮崎元指導医だったが、中島先生は、大丈夫です。必ず助けますから。とだけ言う。自信に満ち溢れた目と、助けるという気持ちに感化されたのか、宮崎元指導医はそこからは静かになった。そして、無事に手術は大成功したのだった。過去のトラウマにより、必要以上の警戒心から思わず偏見を持ってしまったり、いつもの実力が発揮できないことはきっとみんなあることだ。しかし、それでも過去のトラウマを乗り越え、目の前の人を見極め、そして寄り添い助け合うことは大事なんだと、俺は感じたのであった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。俺は15年前に離婚した。娘は妻が引き取って、俺は二人と生き別れてしまった。それから時が経ち、ずっと会いたいと願っていた娘が、なんと俺が働いている会社に入社してきたのだ。私の父は、仕事のしすぎで無理がたたって亡くなったと聞いています。そんな父が生前働いていたのがこの会社でした。入社式の新入社員代表挨拶にて、そう語る娘。彼女の中では、俺はもうこの世にはいない存在となってしまっていた。俺は田中直樹。自分で言うのもなんだが、昔ながらの仕事人間だと自負している。平日だろうが休日だろうが、仕事仕事の日々。おかげで妻の幹にも捨てられてしまった。今となっては、元妻の彼女との出会いは、ある雨の日のことだった。天気予報をまともに見ていなかった俺は、傘を持つことなく出勤してしまった。そして見事に帰り道で降ってきてしまったのである。周りの通行人は皆傘を差していて、カバンを雨よけに使っている自分が目立っているように思えてしまう。雨足はひどくなる一方、仕方がないので、俺は近くにあった店に入って傘を買うことに決めた。そこは雑貨店らしく、ハンカチやコップなど幅広い種類の商品が並んでいた。傘は。店内をうろうろしていると、カシャンという嫌な音がした。その方向へ視線を向けると、商品のペンダントが落ちてしまっていた。どうやらカバンがぶつかってしまったようだ。すいません。音に気がついて、どうしましたか？
と駆け寄ってきた店員さんに、俺は慌てて謝りながらそれを拾い上げる。よく見ると落ちた時の衝撃で欠けてしまっていた。カバンがぶつかって落としてしまったようで、これ買い取ります。勢いよく頭を下げると店員さんは目をパチクリとさせた後に柔らかく微笑んだ。気にしないでください。ここだけの話、入荷した時にこのペンダントずっと気になってたんです。だから私が買い取りますよ。その店員さんこそが旧姓の中井という名札をつけたミキだった。その優しい笑顔が忘れられず、俺は何度もその店に通った。彼女に名前を教えてもらえた頃、俺はペンダントのお礼にと食事に誘った。今度食事に行きませんか。驚かせて断られるかもしれないと思ったが、ミキは心よくうなずいてくれた。彼女も彼女で商品を落とした時に俺が正直に伝えてくれたのが印象に残っているそうだ。それから俺たちは何度も食事に行った。そして交際が始まり、お互い仕事の日は帰りに一緒に食事をしたり、休みがあったらどこかへドライブに行ったり、デートも重ねていった。そんな矢先、ミキの妊娠が発覚したのだ。俺はプロポーズし、彼女と結婚した。いわゆるできちゃった結婚である。幸せの絶頂だった。結婚生活の最初のうちは。もちろん時間が経っても幸せだったが、それよりもプレッシャーの方を強く感じるようになった。実はミキの実家はかなりの資産家だった。結婚の挨拶で訪れた際に、なんて大きな家なんだと驚いたのをよく覚えている。本当はお見合い結婚をさせたかったんだけどね。まあ、ミキが決めたなら。ミキの母親はため息混じりでそうつぶやいた。本当は俺と結婚することを認めたくなさそうな、そんな本音が透けて見えた。お見合い、俺には遠遠い別世界のような言葉。相手の男性についての情報は知らないが、きっと同じような金持ちの家なのだろう。何不自由ない生活でやりたいことをのびのびとできるような。対して当時24歳の俺はまだ入社2年目で、新人とこそ呼ばれなくなったが、まだまだ安定しているとは言えないような状況だった。ミキにも生まれてくる子供にも苦労はさせたくない。そして義両親にも、俺にミキを任せて安心だと思ってもらえるようになりたい。そのために俺はがむしゃらに稼がなければならない。その一心からひたすら俺は仕事に打ち込んだ。平日は朝早く出勤、残業が当たり前、土日でも出勤するか家に持ち帰るかのどちらかで仕事をしていた。家庭を顧みない俺にミキはすっかり呆れてしまっていた。ねえ、今日も仕事なの？玄関で靴を履いているときに背中に投げかけられたミキの声。今日は土曜日。世間では休みの人が多いが、俺には関係のないことだった。もう少し家族との時間を大事にしてほしいの。ミキはそう言うが、仕事をすればその分給料が増える。ミキと娘の前に不自由のない生活を送ってもらうために、俺はひたすら働かなくてはならなかった。翌日の日曜日も、翌週の土日も、俺は仕事に行った。舞が幼稚園生になって、園の発表会や運動会など行事があっても、俺は仕事を優先した。すべては家族を守るため、義両親に認めてもらうため、ずっとそう思ってやってきた。それなのに、話があるの。ある日仕事から帰るとミキがある書類を手に俺のことを待っていた。離婚届という文字がやたらと大きく見えた。どうして離婚を切り出された？俺はこんなにも必死に家族のために頑張ってきたのに。そう言いたい気持ちをぐっとこらえた。愛するミキがそう言っているのだったら、自分にはそれを拒否できない。こうして俺は
結婚生活に終止符を打つこととなってしまったのだった。当時8歳の娘を連れて、ミキは家を出て行った。それから15年経った今でも、俺は二人のことを忘れた日などない。月日が巡り、また春になって入社式の日がやってきた。俺も昔はあんな感じだったかな、と背筋をまっすぐ伸ばして少し緊張した様子の新入社員たちを見て思った。式はつつがなく進行し、司会が次のプログラムをマイクを通して言う。続いては新入社員代表の中井舞さんによる挨拶です。え？聞こえてきたその名前に思わず声を発してしまった。隣の人には聞こえてしまいそうなくらいの声量だったが、周りの拍手の音にかき消されて誰にも聞こえなかったようだ。どうして俺が驚いたのか。それは代表の名前が娘のものと同じだったからだ。それにマイクの前に立ったその女性は出会った頃の元妻ミキにそっくりだった。舞はお母さん似だね。そうかな、口元はあなたじゃない。そんな会話をした記憶が蘇ってくる。いやでもと俺は小さく頭を振る。名字も名前もそこまで珍しいというわけではない。彼女が俺とミキの娘かどうかなんて確信は持てなかった。女性はまず一礼し、会場全体を見渡した。俺はなんとなく目立ちたくなくて、さっと顔を伏せて彼女の視界に入らないようにした。まっすぐ前に向き直ったのを横目で確認してから、俺も顔を元の位置に戻す。その女性は軽く唇を噛むような仕草を見せてから挨拶を始めた。あの癖。俺も同じだった。人前で何かをしなければならない時など、緊張すると唇を噛む癖があった。それは娘の舞も同じだった。俺は仕事で行事には行けなかったから、ミキが毎回必ずビデオを撮ってくれていた。それを後から見せてもらうと、発表会でステージに出てくる時や、運動会のダンス発表の時、娘はいつも唇を噛んでいた。もしかして、本当に、あの子は。私の父は、仕事のしすぎで無理がたたって亡くなったと聞いています。彼女は突然、自らの生い立ちについて話し始めた。幼い頃に両親は離婚してしまい、私は母に引き取られたので、父との思い出はあまりありません。父がどんな人だったか、私はあまり知りません。少しでも父について知れるのではないかと思い、働いていた会社について調べ始めました。そして自分も入社したいと思うようになったのです。特に残業ゼロを推進しているところが気に入りました。そう、この会社は以前までは過酷な労働環境で残業など当たり前だった。しかし時代のニーズに対応できていないということで、ある時改革が行われ、残業ゼロを推進するようになったのだ。中心となって進めていったのは、他でもない俺だった。俺も仕事ばっかりで全然家族との時間を大事にできてないんだ。俺も仕事人間だって呆れられちまってるのかな。ミキと離婚したことが知られた時に同僚に言われた言葉だと自重するように沈んだ声で言っていたが、頭から離れなくなった。家庭の時間、そして自分自身の時間を大事にする時間が持てない社員は、俺だけではなく他にもいるのではないか。そう思った俺は社員の意見を集め、社内運動を行った。その結果、今の環境を勝ち取ったのだ。そんなことを思い返していると、いつの間にか挨拶は終わっていた。
俺は席に戻った代表の女性の姿を見つめる。何度見てもミキにそっくりだとしか思えない。それに彼女が語った生い立ちからやはり自分の娘なのではないかという思いが強くなる。でも自分から声をかけられる気がしなかった。幼い頃に自分を捨てたと俺のことを恨んでいるかもしれない。父はすでに亡くなっていると聞かされているのなら、俺が父親だなんて言っても混乱させてしまうかもしれない。入社式が終わって周りの社員が移動を始めても、俺はしばらくその場から動けなかった。誰かに肩を叩かれる。その声にハッとした。先ほどの入社式で聞いた声だ。中井さんだね。入社おめでとう。何と言っていいか分からず、そんな他人行儀な言葉が口から勝手に出てきた。違います。私本当は田中っていう名字だったんです。そう言いながら彼女はスーツのポケットからあるものを取り出して俺に差し出してきた。それは欠けているペンダントだった。間違いなく俺とミキとの思い出のもの。金属部分が少しくすんでいて、購入してから長い年月が経っていることがわかる。本当は田中、そしてペンダント。俺は目を見開いてゆっくりと瞬きをした。これ父の形見なんです。母がずっと大事に持っているものです。そうなのか。ミキはずっと大切に持っていてくれたのか。その事実を聞くと、もしかしてまだミキは自分のことを愛してくれているのではないかと勘違いしそうになる。しかし別れたのはもう15年も前。そんなに長い時間があれば、この会社の労働環境が変化したように物事はいろいろと変わっていく。きっとミキの気持ちだって。どうして。これを自分にと言おうとしたが、俺はそこで言葉を詰まらせた。もう他人行儀な返事などできない。覚悟を決めて俺は言葉を発する。実は俺が君の父親なんだ。うん、分かっていたよ。亡くなってないってこと。だからこの会社に入ったんだもん。舞の瞳は心なしか涙をこらえるように潤んでいるように見えた。声も少しずつ上ずって震えている。それをごまかすためか、入社式の時に顔をそらしてたよね、なんてからかわれた。私を娘だって気がついてくれてありがとう、お父さん。15年ぶりにお父さんと娘が言ってくれた。お父さんと幼い頃の舞が俺を呼ぶ声が重なる。娘にこう呼ばれるだけでこんなに幸せな気持ちになれるなんて。お父さんに会って、お母さんはずっとお父さんのことを思っているよって伝えたかったの。え？でも俺が仕事人間なばっかりにミキに愛想をつかされたのかと。違うよ。お母さんはお父さんの体をずっと心配していたの。私たちが一緒にいたらお父さんが仕事を余計に頑張り続けちゃうんじゃないかって。だからお母さんは離れることを選んだんだよ。そうだったのか。仕事を優先しすぎて呆れられて別れを切り出されたのだと思っていたが、まさか自分のためだったとは思わなかった。すまなかった。俺は勢いよく頭を下げた。お父さんと慌てたような声が頭上から降ってくる。お父さん、顔を上げてよ。そう言われても俺はなかなか顔を上げられなかった。あの時の自分はなんて愚かだったんだろうと思うと、頭を下げるのをやめられなかったのだ。謝るなら私じゃなくてお母さんに直接謝って。
その言葉に、俺はゆっくりと姿勢を元に戻した。そうだな。そうだよな。俺がそうつぶやくと、真剣な目をした舞が力強くうなずいた。舞は大学卒業後の進路について考えていた時期のことを教えてくれた。苦労をかけてしまった母親のミキに何か恩返しがしたいとずっと思っていたらしい。舞が本当にやりたいことをしてね。あなたが幸せでずっと元気にいてくれることが私の幸せなんだから。ミキはそう言っていたが、それは舞も同じだった。ミキにはずっと幸せでいてほしい。二人でずっと幸せに暮らしたい。いや、違う。二人じゃない。父親、つまりは俺を含めた三人で、だ。舞はミキがペンダントを肌身離さず持っていることを知っていた。お母さん、それ何？舞は数年前にミキに尋ねたことがあった。これはね、お父さんとの思い出のペンダントなんだよ。そしてその後に父は亡くなったと告げられた。ペンダントを眺めるミキの目は幸せそうだけど、どこか悲しそうだったのを舞はよく覚えていた。家族三人で一緒にいることがミキにとっての幸せなのだろう。でも俺はすでにこの世にいないと彼女から聞かされた。本当に？舞は俺についてあまり知らなかった。それはそうだろう。俺が家族の時間をあまり取れていなかったのだから。何かわかるかもしれないと思って、何気なく俺が勤めていたと聞いている会社をインターネットで検索し、出てきたホームページを開いた。あ、この人。スイスイとスクロールしていたが、ある写真を見つけてピタッと手が止まった。そこに写っていたのは田中直樹という名前の男性。ミキがペンダントと一緒に大事に持っていた写真の中に、全く同じ見た目の人がいた。それこそがまさに俺だ。亡くなっていない。今もこの会社で働いているのだ。どうにかして会いたい。そしてミキにも会ってもらいたい。そう思った舞は思い切ってこの会社を志望することにした。もちろん俺に会うことだけが志望理由ではなく、会社について調べていって、それで本当に入社したいと思うようになっていったのだ。そして内定をもらい、なんと新入社員代表の挨拶を任されることとなった。これで前に立って話せば俺に気がついてもらえるかもしれないと心よく引き受けることにした。でも会いたいという気持ちと同時に、俺が自分のことを忘れていたらどうしようという不安ももちろんあったらしい。長い年月が経ち、子供だった舞も大人になっている。見た目ではもう娘だと分かってもらえないかもしれない。それにもう新しい家族がいるかもしれない。そうだとしたら、会いに行くと迷惑になってしまうのではないか。そんな気持ちを抱えながら、舞は代表として立っていたのだ。俺はとあるカフェにて人を待っていた。そわそわして落ち着かず、椅子にもたれてくつろぐこともできずに、背筋を伸ばしたまま注文したコーヒーを何度もちびちびと口に運んでいた。そろそろ着くよ。今回この場を設けてくれた人物からメッセージが入る。そろそろかと俺は服の襟を正したり、持っていたハンカチで手汗を拭ったりした。お父さん。スーツ姿ではない、大人になってから初めて見る私服姿の舞。その彼女の後ろにミキが立っていた。舞が俺たちを会わせるために日程や場所を決めて、そしてミキを連れてきてくれたのだ。久しぶりだな。本当に。お互いややぎこちなく挨拶を交わし、席に着く。本当にすまなかった。俺がもっと家族の時間を大事にしていれば。
謝罪をする俺の肩にミキが何も言わずに優しく触れた。前から聞いた。離婚したのは俺にこれ以上負担をかけないようにするためだって。ミキは俺に転職を勧めてくれたり、体の心配をしてくれたり、ずっと気にかけてくれていたのに。当時は本当に直樹さんがこれ以上頑張ったらどんどん体調が悪くなっていくんじゃないかって不安だったの。でもとミキは俺の顔をじっと見つめて微笑んだ。今はよく眠れてるみたいでよかった。ちゃんとお休みが取れているのよね。15年前までは目の下にクマがあることが当たり前だった俺は、改革が進んでいき会社が変わってゆくにつれ、きちんと睡眠を取れるようになってそれがなくなったのだった。ああ、休日出勤も残業もない。本当にあの頃は心配ばかりかけたな。それを聞きミキはほっと息をついた。俺は15年間ずっと二人のことを忘れたことはないよ。ええ、私も。俺は肩に置いてあるミキの手を取り、キュッと握った。彼女も同じように握り返してくれた。ありがとう、舞。俺たちを会わせてくれた舞に感謝を伝えると、照れくさそうに笑った。そして空いている方の手で前の手を握った。15年前に亡くなってしまったと思っていた家族のつながりを、今ここでようやく取り戻せたのだ。ねえ、今日日曜日だよ。仕事に行くの？ああ、俺がリーダーとして任されているプロジェクトだからな。今日も遅くなるかもしれないし、ご飯は先に食べてていいから。舞が生まれてからも、俺はずっとこの調子だった。休日を3人で過ごしたことはほぼなく、いつもミキと舞の2人で近くの公園に行くか、家で一緒に舞の好きなアニメを見たり、絵本を読んだり、おもちゃで遊んだりするかのどれかだった。ごめんな。舞をどこかショッピングモールとかに連れて行ってやってくれ。少しでも2人には良い思いをしてほしい。それで俺はお金を渡していたが、ミキが本当に必要なのはそれではなかった。もちろん前には楽しい休日を過ごしてほしいし、ミキもたまにはどこかへ出かけたい気持ちもあったが、3人で一緒に過ごすことより大切なことなどミキにはなかったのである。遊園地やショッピングモールなど遠出できなくったっていい。家で3人でのんびりできるだけでもミキにとっては幸せだった。そのことに当時の俺は気がついていなかった。平日だろうが土日だろうが関係なく仕事に行って、帰りはいつも遅い。それに朝も早くから出社するので睡眠時間はあまり取れていなかった。土日に家にいるとしても何かしら仕事を持ち帰っていて、ずっと書類かパソコンとにらめっこだった。仕事で成果を出し不自由なく生活できるくらい稼ぎを得たら、ミキの両親に認めてもらえると思ってのことだ。すべてミキやマイ、家族のための行動だった。ミキ、こんなこと言うのもなんだけど、本当に直樹さんと一緒にいていいのかしら。義両親は俺のことをよく思っていなかったので、実家に顔を出すたびに母親からそのようなことを言われていたという。その度に彼女は反論し、俺のいいところ、そして自分は一緒にいて幸せであることを力説してくれていたが、義両親の考えに変化は見られなかった。両親が分かってくれないこと、俺は仕事ばかりで自分の体を顧みないこと、その板挟みになってしまい、ミキは誰にも弱音を吐けなかった。直樹さん、転職するのはどうかな？直樹さんなら他の会社でも絶対うまくやっていけると思うし、残業も休日出勤もないところに行ったら家族の時間も。ある時にミキから転職を勧められたが、俺は首を縦に振らなかった。実は
昇進の話が上がっているんだ。そしたら給料も上がる。今転職したらチャンスを逃すことになるんだ。立場とともに給料も上がっていく。そしたら幹と舞に余裕のある生活をさせてあげられると思って、俺は昇進の話を受けるつもりだった。だから転職するなどという選択肢は頭になかった。でも幹にとっては、立場が上がって任せられる仕事が増えたら、もっと休む時間がなくなってしまうという心配しか頭になかったようだった。毎朝洗面台の鏡で見る自分の顔はひどいものだった。まともに眠っていないのでずっと消えないクマ、げっそりとした顔。こんなありさまを毎日見せられていたら、ミキが気に病んでしまうのも当然だっただろう。いつからか彼女の顔もげっそりとするようになっていたことに、どうして俺はすぐに気がつかなかったのか。きっと自分たちがいたら、俺が頑張り続けてしまう。自分たちのせいで俺に辛い思いをさせてしまっているのだと、ミキは思うようになった。俺自身は本当にそんな風には思っていなかったのに。これ以上俺を苦しめるわけにはいかないと決意し、ミキは離婚届を役所でもらって記入を済ませた。いつも俺が仕事で遅くなる日は、先に舞と食事を済ませて寝ていたが、舞を寝かしつけた後、ミキは寝室からリビングに戻り、ソファーに座ったままじっと帰りを待っていた。俺は帰ってからまだリビングが明るいことに驚いた。もう二人は寝ているものだと思っていたからだ。ただいま。あれ、起きていたのか。テレビはついていたが、舞を起こさないように気遣って音量が小さく設定されていた。ミキはその画面に視線を注いでいたけれど、神妙な面持ちをしていて、内容は頭に入っていないように見えた。流れていたのはバラエティ番組で、何か面白い場面があったようなのだが、俺たちの間に笑いは生まれず、テレビ越しの出演者の笑い声だけが虚しく響いた。話があるの。緊張しているような、悲しくて涙をこらえているような、そんな震えた声。嫌な予感がして、自分の顔がこわばっていくのを感じた。どうか予想が外れてほしい。そう願ったけれど、ミキの手元にある書類を見ただけで全てを察してしまう。それは離婚届だった。どうして離婚なんて。俺は今までずっと家族のために頑張ってきたのに、一体俺の何がダメだったんだ。そう言いたかったけれど、結局は口から何も言葉は出てこなかった。現実を受け入れたくなくて、ミキから視線を外してうろうろとさまよわせる。テレビはまだ消されていなかったので、何か音が出ていたはずなのに、何も耳に入らなくて、長い長い沈黙が続いたように思えた。でもドラマか何かの CM が流れ、その中で最終回という言葉が出てきたのだけははっきりと聞き取れた。最終回か。もう終わってしまうということか。悲しくて仕方なかったけれど、すがりつくことは俺にはできなかった。どうにか、わかったとだけ言い、離婚届を記入した。届けは俺が翌日仕事に行った後、ミキが提出した。こうして俺たちは生き別れることとなったのだった。離婚後、ミキは実家で義両親の手を借りながら舞を育てた。義両親は何も言わずに二人を受け入れてくれて協力してくれていたが、別れてくれてよかったと思っているかのような雰囲気が伝わってきたという。実家に戻ってから半年ほど経ったある日のこと。ねえミキ、お見合いしない？お見合い話を持ちかけられるようになったのだ。今は前のことで手一杯だし、それに私は他の人なんて。とりあえず会って一緒に食事するだけでもいいのよ。
あちらの方がぜひあなたに会ってみたいって。最初の方はミキも断っていたが、そのうち推しに負けて一度だけならとその話を引き受けることにした。相手の男性は物腰柔らかで話上手で、彼のリードもあり会話が弾んだが、この人じゃないという思いがミキの中から消えなかった。やっぱり私は直樹さんじゃなくちゃ。彼女はずっとそう思ってくれていた。何人か会ってみたが、ミキは誰とも2回目以降会うことはなかった。それ以降、何度話を出されても断り続けた。義母はそれでも諦めずに男性の写真などを見せたりとアピールをしてきていたが、ミキの断固とした態度にとうとう何も言わなくなったそうだ。舞が寝た後、学校に行った後など一人になると、ミキはペンダントをぼーっと眺めていた。元気だろうか。相変わらず仕事が忙しいのかもしれない。少しでも落ち着いて体を休める時間が取れているだろうか。いつかまた一緒にいられる日が来るだろうか。ミキは別れてもなお俺の心配ばかりしてくれていた。そんなミキの様子をある夜、先に寝たと思っていた舞が見つめていた。お母さん、それ何？不意に尋ねられてミキは驚いたが、優しく微笑んでこれはね、お父さんとの思い出のペンダントなんだよ、そう答えた。お父さん元気かな？行事も行かず、休日もまともに一緒に過ごせたことはない。平日だって帰りが遅くて食卓を共に囲めない。振り返ったら本当に申し訳ないことをしていたのに、二人とも俺のことを何度も何度も思い返してくれていたのか。その時ミキは、自分がこんなようではダメだと強く思った。離婚してからだいぶ時間が経った。それでもミキは前に進めないでいた。過去の思い出ばかりを振り返って先のことを考えられていなかった。お父さんはね、もういないの。仕事のしすぎで無理がたたって。それは舞というより自分自身に強く言い聞かせるように、俺はもういない、そう思わないといつまでもずるずると引きずってしまいそうだったので、それを断ち切るためにミキはそんな嘘をついたのだった。俺は何も知らなかった。ミキが離婚を切り出した本当の理由も、俺を亡くなったことにした時の気持ちも、そしてそのミキの本当の気持ちに舞が気がついていたことも。再会してから少しの間は舞が食事や映画に誘ったりしてくれていた。しかし、お父さんとお母さんと二人きりでデートしてきなよという言葉に背中を押され、二人だけでも会うようになっていった頃、俺はミキに2度目のプロポーズをした。俺とまた結婚してください。はい。差し出された俺の手に重ねられたミキの手、その小さな手にどれだけの負担をかつて持たせてしまっていたのだろう。今度は絶対にこの手を離さない。どんな苦労も二人で三人で乗り越えていきたいと思った。そしてミキの両親へと再婚の報告をしに行った。きっと私たちのせいで苦労をかけてしまったわよね。本当にごめんなさい。ミキもすまなかった。直樹さんほどミキのことを思ってくれる人はいない。素晴らしい人だ。義両親は俺が今はホワイト企業の管理職という立場だから認めてくれたわけではない。もちろんそれも理由には含まれているとは思うが、15年もの間互いが思い合っていたという気持ちの強さ、認めてもらうために努力し続けたことが二人の心を動かしたという。こうして俺たちはまた家族三人で暮らし始めた。長い年月が経ったら変わるものも
変わらないものもある。娘は大きくなり、会社の体制は改善し、義両親の考えも変わってくれた。でも、俺とミキは変わらなかった。いや、違う。俺たちも変化していた。前は家族という一番身近にいる存在だから何も伝えずとも自分の気持ちは理解してもらえると思っていた。エスパーが使える超能力者ではない。ただの人間なのだ。大事なことは言葉にしないといけない。そのことが長い時間をかけて改めて分かった。愛してるよ。これからも。よろしく。だから俺はこの先もずっと素直に家族に自分の気持ちを伝えていく。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。はっはっは、まさかお前がそんなにバカだったとは。はっ、傑作だな。90人全員キャンセルに決まってるだろ。お前が幹事やってる飲み会なんて誰が行くかよ。どうせろくな店予約してねえんだろ。ははその店潰れるかもな。あ、もちろんキャンセル料はお前が払っておけよ。頼んだからな。会社の初期払いの飲み会、その幹事を強引に押し付けられ、当日会場に向かったものの、待てど暮らせど誰も来ない。そんな時に俺に幹事を押し付けた先輩が電話で俺を見下して笑っていた。俺は確かに連絡した。しかし彼は知らなかったようなのだ。俺が予約した店がどんな店かということを、そしてそれが原因で人生が180度変わっていくことを。俺は菅原陽太。町の小さな定食屋を営む両親のもとに生まれ、両親と兄二人、コーギー犬のブレッドとの5人と1匹で暮らしてきた。定食屋の看板メニューは大きなコロッケと特製カレー。コロッケは初めて頼んだ人が驚くほどの大きさで食べ応え抜群。カレーは数種類ものスパイスを使用しており、ここでしか食べられない味で大人気だった。俺も幼い頃からそのカレーを食べて育ってきた。だからだろうか、カレーは両親の店で食べるものが一番美味しいと思っており、そんなカレーを作れる両親が自慢だった。そんな俺には一つ悩みがあった。同じ中学で一学年上の先輩、花村拓馬。彼は同じ通り沿いにある大きな料亭の一人息子だった。低価格帯の定食を提供している俺の両親の店を常に馬鹿にしていた。お、定食屋だ。たくま先輩、おはようございます。おう、おはよう定食屋。お前のところは昨日何人入った？さあ、僕は昨日家で勉強してて店には出ていないので。はあ、さすがしょぼい定食屋の息子。恥ずかしくて言いたくないならそう言えばいいのに、言い訳すらもしょぼいな。もういいですか？お互い学校遅刻しますよ。まあそう言わずに待てよ。どうせ行く場所は同じなんだから一緒に行こうじゃないか。ええー。たくま先輩は毎朝のように俺を見つけると無理やり俺の肩に腕を回してそのまま学校まで向かう。うちは最近じゃ100人超えも余裕だ。すごいだろ。はあ、そうですね。うちの料亭はな、会社の社長とか政治家とか偉い人だって食べに来るんだぜ。この間なんてテレビで見た政治家が食べに来て、美味しかったって言って帰って行ったんだ。どうせお前のところは一般人しか来ないだろ。毎日の寮に聞かされる自慢はなかなかの苦痛だ。そういえば、お前のところの一番高いメニューって何なんだ？ステーキですかね。いくら？2000円です。2000円？安っ。なんだそれ、安すぎんだろ。大丈夫か？そのステーキ、食べるとこちゃんとあんの？ありますよ。だってお前、うちの一番安いコースでも1万だぞ。高いのだと5万もするんだ。うちで使ってる食材なんて、お前のとこじゃ仕入れすらできないんじゃないか？
そもそもお店のジャンルも価格帯もターゲット層もまるで違うのに、たくま先輩は毎日俺を捕まえては似たような話で比較して俺に嫌味をぶつけてくる。だけどお前は本当同じものばっかり持ってるな。その傘何年使ってる？何年って2年くらいですけど、そんなに長いですか？2年？長すぎだろ。それ1本しか持ってねえのに。傘なんて1本あれば十分でしょ。いや、今日は他の傘の気分だなとかそういうのないわけ？気分、傘に？俺なんて今3本の傘使い分けてるよ。しかも長くても1年くらいで買い替えるし。そう言って見せてきた傘はいかにも高級品のよう。わざわざブランドらしきロゴを俺に見せてくるあたり、自慢したいのは明白だった。たくま先輩の家が裕福なのはわかっている。だから持ち物や服装も高級品ばかりなのはわかっていた。それに対してずるいだとか、新しいものをバンバン変えて羨ましいだとか、そんな感情は特に持ち合わせていない。俺は自分の気に入ったものを長く使いたいタイプだし、その自慢もほとんどは俺を見下すためとしか思えなかったからだ。当然、俺はそんな拓馬先輩が苦手だった。そのため、県外にある私立の高校に進学したと聞いたときは心底ほっとした。そこは全寮制だったことと、卒業後はそのまま内部進学で系列の大学に進む人が多い。少なくともそれまではもう会うこともないだろうと思うと、重くのしかかっていた肩の荷が降りたような気がしていた。それと同時に、どうして拓馬先輩があそこまで俺に構うのかが不思議で仕方なかった。俺は地元公立高校に進学、そして県内の国立大に進学した。拓馬先輩のいない学生生活はすごく楽しく充実していた。嫌味を言われるのが当たり前の生活から解放されると、心まで明るくなったような気がしていた。俺はその後、地元の有力企業に入社することに。しかし、そこで拓馬先輩と再会してしまうことになった。お前、定食屋か？定食屋ではありません。菅原陽太です。当たり前のように俺を定食屋と呼ぶ拓馬先輩に、俺も反射的に答えたものの、料亭を継いでいると思った拓馬先輩が、どうしてここに？どうしてここに俺がいるのかって顔してるな。あ、実は両親に経営の勉強をしろと言われてな。それでこの企業に就職したんだ。はあ、そうでしたか。ま、何せよ俺は今日からお前の上司だ。これからよろしくな、定食屋。俺の肩に手を置く拓馬先輩に、俺は嫌な予感が止まらなかった。そしてその予感は早々に当たってしまう。拓馬先輩は俺のことを自分の下僕か、駒使いだとでも思っているのか。おい、タバコ買ってこい。何座ってんだよ、茶入れてこい。あ、悪い、これ捨てといて。なんだ、昼行くのか。その前に俺の飯買ってきてくれ。あ、金？後で払うって、早く行けよ。などとやりたい放題だ。さらにはろくに説明もしないで、俺に仕事を押し付けてきて質問すると。はあ？こんなこともわかんねえの？本当お前はダメなやつだな。と、大声で罵倒してくる。また、おいお前、何やってんだ？え？こっちの案件の納期明日だって言っただろ。なんで違う案件やってんだ。え、先輩、これは納期来週だから急ぐ必要ないって言ってましたよね。は、は？お前、ふざけんなよ。俺はちゃんと言った。納期が変わったからこっち優先しろって言ったよ。いつですか？僕は直接指示されたことは忘れないように付箋に書いてるんです。納期変更なんて大切な話なら、絶対に書いてあるはずなんですけど、ありません。お前が書き忘れたんじゃねえの？んなの知らねえよ。人のせいにしてんじゃねえよ。その焦った様子を見れば、拓馬先輩の伝達ミスなのは明らかだったのに、すべてを俺のミスにでっち上げたりされた。そんなことが続き、さすがに精神的に来るものがある。俺は
すっかり参ってしまっていた。そんな状態のまま3ヶ月と少しが経過。夏の初期払いのための飲み会が企画された。幹事は拓馬先輩だった。しかし、彼は店選びと予約を俺に押し付けてきた。おい、いいか？俺のお眼鏡にかなう店じゃないと許さないからな。そう言って睨みを聞かす姿を見るに、おそらくどんな店を選択したとしても嫌味を言われるに違いない。それならば、と俺の頭にはとある考えが浮かんだ。先輩、初期払いの飲み会の件ですが、俺は会場についての相談を先輩にしようと話しかけたものの、ああ、それならお前に全面的に任せるって言っただろ。後で会場をメールしておいてくれ。とだけ言って追い払われてしまう。仕方がないので俺は会場と料理や酒の内容を先輩にメール。しかしそれに返事が来ることはなかった。そして飲み会の当日、俺は先輩に、先に行って準備しておけ、と言われたため、早めに会場について準備をしていた。しかし、時間になっても誰一人として会場には来ない。どうしたのかね。もう時間なんですけどね。店の女将も宴会場を覗きに来ては首をかしげていた。と、その時、俺のスマホに着信が。画面を見ると、拓馬先輩からだった。おい、定食屋、お前今どこにいんの？その声は、笑いをこらえきれないというようなものだった。飲み会の会場です。先輩、誰もいらっしゃらないんですけど、ちゃんと周知はしてるんですよね。そう伝えると、電話の向こうで先輩は、吹き出すように大爆笑しだした。はっはっは、まさかお前がそんなにバカだったとは。はっ、傑作だな。どういう意味ですか？どういう意味も何もねえよ。90人、全員キャンセルに決まってるだろ。お前が幹事やってる飲み会なんて誰が行くかよ。どうせろくな店予約してねえんだろ。はっ、その店、潰れるかもな。あ、もちろんキャンセル料はお前が払っておけよ。頼んだからな。そう言ってまだ笑いが止まらない様子の拓馬先輩。どうやら、俺を騙して笑い物にするために、嘘の飲み会をでっち上げ、俺に予約をさせたらしい。本当は今日、飲み会の予定なんてねえよ。気がつかなかったのか？みんなそんな話全くしてなかっただろう。僕のこと、騙してたってことですか？当たり前だろ？誰がお前みたいな新人に幹事任せるんだよ。ありえねえだろ。確かに変だと思っていた。飲み会だというのに、みんな平気で残業していたから。だけど、まさか飲み会自体が嘘だったなんて。俺は腹渡が煮えくり返りそうな気持ちをぐっと抑えて、努めて冷静に尋ねる。僕が送ったメール、内容見ましたか？は？メール？ああ、そんなこと言ったっけな。そんなの見るわけねえだろ。どうせ飲み会なんてしないんだから、見るだけ時間の無駄だろ。その言葉に、俺はため息をつきたくなった。先輩。あ？なんだよ。キャンセル料なら俺は払わねえぞ。勝手に騙されてお前が予約したんだからな。あの、本当にいいんですか？は？こんなことしたら、本当にお店潰れちゃいますよ。は？お前何が言いたいんだよ。そんな店潰れようがなんだろうが知らねえよ。もう面倒くさくなったかのような声色に、俺はどうしたらいいのかわからなくなってしまう。だって、僕が予約したの、先輩のご実家ですよ。隣にいるのは、このお店のおかみであり。は？何やってんだ、このバカ息子！拓馬先輩の母親なのだから。ふざけんじゃないよ！黙って聞いてりゃなんだって？俺のスマホを取り上げて怒鳴り始めたおかみさんに、俺は呆然とする。電話の向こうで拓馬先輩が何を言っているのかはわからないけれど。あ？今さら何言い訳してんだい。あんたの声が大きすぎてね。全部筒抜けなんだよ。キャンセル？騙した？ふざけんじゃないわよ。ここは地元にある老舗の料亭。
料亭花村。紛れもなく、たくま先輩ご自慢のご両親のお店だ。たくま先輩の母親は、料亭のおかみとして店を切り盛りしている和服美人だ。歳を感じさせないその美貌と、優しそうな見た目に反して、とても気が強く、あのたくま先輩ですら昔から頭が上がらない人。地元の有力者とも関わりが深く、みんなやすこちゃんと呼んで頼りにしているほどだ。曲がったことが大嫌いで、理不尽なことを言うもんなら即座に叱られる。鬼嫁、鬼婆、陰ではそんな風に呼ばれている、いろいろな意味でも地元では有名な人だった。そんな人が目の前でブチ切れている。怖すぎるというものだ。だから話は全部筒抜けなの。あんた、いい歳してまだヨータちゃんに嫌がらせしてるってどういうこと？本当情けない。あんたみたいなのがうちの息子だなんて本当恥ずかしいわ。自分のやってることが間違ってるって、どうして気がつかないの？その剣幕は相当なもので、声を聞きつけた他の従業員たちがわらわらとやってくる。どうしたんだ？何かあったのか？その中にはたくま先輩の父親もいて、おかみさんは夫の姿を見ると、彼にも怒鳴りつけた。ちょっとお父さん、またたくまがバカやってるのよ。しかも人様に迷惑かけて、ヨータちゃんに今でも執着して嫌がらせしてるのよ。あなたからも何か言ってやってちょうだい。あの子、うちの予約をヨータちゃんにさせておいてドタキャンしたのよ。は？ドタキャン？そう、90人全員ですって。先輩の父親はそれを聞いて、俺のスマホを受け取ると、電話の向こうのたくま先輩に静かに伝える。たくま、お前、いいから今すぐに帰ってこい。いいか、すぐにだ。その声は落ち着いているものの、煮えたぎるような怒りがにじみ出ており、俺は身がすくんでしまう。ヨータくん、ごめんな。こんな年になってまで迷惑かけて。本当に申し訳ない。あ、いや。ヨータちゃん、本当にごめんなさい。もう少しだけここにいてくれる？あの、はい、わかりました。俺は二人に何度も謝られ、そしてたくま先輩が来るまで店の前で待つことになってしまった。ふてくされた様子の先輩が戻ってきたのは、それからすぐのことだった。たくま！すぐに母親に怒鳴られ、父親に睨まれる先輩。そしてなぜか先輩は俺を睨みつけたかと思うと。おい、定食屋。全部お前のせいだ。どうしてくれるんだ？ふざけんなよ。と、俺に怒鳴り散らしてくる。しかし先輩の母親が。聞いてんのか？今はあんたが喋る時間じゃないよ。こっちに来なさい。と、先輩の胸ぐらを掴んで中に連れて行く。90人の宴会の予定だった会場。そこには一人ずつのお膳が90人分、前菜とコップや箸などの食器類がすべて準備されている状態だ。これだけじゃない。他にもすぐに出せる状態で料理を準備してあるんだ。だからなんだってんだよ。まだわからないのか！たくま先輩は父親の怒鳴り声にびくりと肩を震わせて黙り込んだ。何時間も前から仕込みをして、会場を整えて準備していた従業員たちのことを考えたことがあるのか？お前の会社の方々がお見えになる。みんなそれを分かっていたから、いつもよりみんなピリピリとしていた。お前が恥をかかないように、みんなにうまいと言ってもらえるようにって、お前にとって自慢の店でありたいから、みんな頑張っていたんだ。そのすべての準備が報われることなく処分されていく。そんな関わった人間の気持ちを考えたことはあるのか？お前のことを思ってくれた人たちのことを考えたことがあるのか？先輩は気まずそうに視線をそらしたものの、父親はさらに続けていく。食材だってそうだ。ここに納入されるまでの間に、たくさんの人の手がかかっている。米を一粒作るのに、何日かかるか知っているか？牛が一頭出荷されるまでに、どれくらいの日数がかかるか知っているか？お前がやった行為はな、それらすべての食材にも、それに関わった人のことも冒涜するものだ。俺は、料亭を経営する者として、
断固として許すわけにはいかない。そんな、たかがこれぐらいで大げさな。大げさなんかじゃないって言ってるだろう。お前は、この店に関わる人間として、決してやってはいけないことをした。うちの店だからじゃない。どこの店でやったとしても、俺は同じことを言う。自分がどれだけのことをしたかまだわからないようだな。まあ、こんなバカな人間に育ててしまった俺の責任だ。賠償金は請求しないでやる。賠償金？何言ってんだよ。お前はそれくらいのことをしたんだ。だから金輪際、うちの敷居をまたぐことは許さない。え、は？お前を、今日限りで感動する。その言葉に、たくま先輩は言葉を失っていた。嘘だろ？これくらいのことで？まだ言ってるのか。お前はたかがそれくらいだとか、これくらいのことだとか言ってるけどな。そう言ってる時点でお前は全くことの重大さを分かっていないんだよ。その隣で先輩の母親がそっとうなずいていた。なんだよ。分かったよ。知るか、こんな店。こっちから願い下げだ。先輩はそう叫ぶと走って出て行ってしまう。俺はそんな先輩を追いかけた。先輩、待ってください。やめろ。お前のせいでこうなったんだ。全部お前のせいなんだよ。話せ。俺はなんとか先輩に追いつき、その腕をつかむものの、先輩も振りほどこうと必死だった。僕、花村の料理がどこよりも美味しいと思っています。だから、飲み会の会場に選んだんです。ここなら絶対、先輩も納得すると思ったから。叫ぶように告げると、先輩は動きを止めた。お前、自分のうちが飲食やってるくせに、よく他の店がうまいとか言えるな。美味しいものを美味しいって言って何が悪いんですか？それに、うちは定食屋でジャンルが違います。比べるものではないので。僕が小さい頃、祖父の法事があって、花村で親戚と会食をしたことがあるんです。その時のお吸い物の味が忘れられません。それを先輩の父親に伝えたら、出汁の味がわかるなんてすごいと褒めてもらって、手作りの紙風船をもらった。そんな思い出が、俺の心の中にはずっとあった。おもてなしも味も、すべてが超一流の料亭だと思っています。ずっと憧れていたんですよ。俺がそう言うと、先輩は肩を震わせながら、知ってる。知ってるさ。花村は世界一だ。俺が一番よく知ってる。だったら、でも、俺には経営の才能も、料理人の才能もない。それも分かってた。お前の言う出汁の味もよく分かんねえ。味の違い？知らねえよ。うまいもんはうまい。何でもうまいから食べれるんだ。だからあの日、俺より小さかったお前が父さんに褒められてるのを見て、悔しかった。え？嫉妬したんだ。その後すぐにそいつが俺と同じ小学校に通ってるって知った。そもそも家が近いことも知った。それで、なんかしてやろうと思った。その頃から常連客がみんな口を揃えて定食屋の話をするのも悔しかった。だから、お前がそこの息子だって知ったとき、どうしようもなく気に入らなかった。そんな、お前は年下で背もチビだったから言い返してこないし、いいストレス発散だと思ってた。いつの間にか罪悪感なんてなくなってた。ほんと、自分でも何やってんだって思うよ。先輩がお店のことを大切に思っていたのは知ってます。多分、僕が一番よく知っています。幼い頃から散々聞かされてきた。先輩は常に自分の家のお店が一番だと言い続けてきたのを誰よりも知っている。ああ、大事だからこそ嫉妬した。だけど、すべてを間違えてしまった。どうやら今になって後悔しているようだった。やり直せると思います。え？先輩は子供の頃からずっと花村のことを自慢してた。本当は感動なんかされたくないですよね。花村の後を継ぎたいって、そのために経営学んでるんでしょ。だったらどんなに格好悪くてもあがかなきゃ。土下座して、賠償して、必死に働いて、
その姿勢を見せなきゃダメです。それができないのなら、本当に花村の一族だと名乗る資格すら失ってしまうんじゃないですか。そうだな。意外にも先輩は素直に俺の話を受け入れてくれた。定食屋のくせに俺に説教かよ。生意気だな。そう笑った先輩はいつも通りに戻ったように見える。そしてどこかに行くのをやめてお店の方へ向かった。ちょっとぶつかってくるわ。お前の言う通り、みっともなく土下座してでも、許してもらえるまで謝罪し続ける。もうガキじゃねえんだ。自分のしでかしたことは、ちゃんと自分で責任取らねえとな。そう言った後、先輩が俺に頭を下げてきた。申し訳なかった。許されないことをした。お前の善意を利用した。ヨタ、本当に、申し訳ありませんでした。多分、記憶の中でヨータと名前を呼ばれたのは初めてだったように思う。それくらい、俺は幼い頃から定食屋だと馬鹿にされ続けてきたのだ。すぐに許せと言われても、それは無理です。今までのこと、簡単に許すことはできません。だけど、僕は先輩とは違うので、仕事では他の人と同じように接しますよ。謝られても、これまでのことが変わるわけじゃない。謝ったからはい許します、なんて、そんなことは俺にはできなかった。だけど、先輩は安心したように。それで十分だ。ありがとう。そう笑って、店に戻っていくのだった。ねえ、聞いた？花村さんのこと。聞いた聞いた。なんか、嘘の飲み会でっち上げて、新入社員の子騙したんだって。やばいよね。ありえなくない？その後、先輩のしたことは会社の同僚をはじめ、上層部にまで知れ渡ることとなった。先輩はどうやら母親の親戚の縁故での入社だったらしく、その親戚からも、なんてことをしてくれたんだと大変な叱責を受けたらしい。社内を歩けばひそひそと噂され、その騙された相手が俺だということも知れ渡っているため俺まで噂の的だ。上司、上層部からもかなり絞られ、結果減給処分になった。減給だけで済んだのは、本人がものすごく反省しており、何度も何度も関係者一人一人に謝ったこと、二度としないと宣誓書を書いたこと、また本人の勤務態度が以前と打って変わって真面目になったことも加味されたようだった。確かにやったことはひどいけど、でも最近の花村さん、ちょっと落ち着いたんじゃない？なんか、人が変わったみたいに静かになったよね。前までもっと口うるさ、いや、賑やかだったのに。こっぴどく叱られて、さすがに心入れ替えて仕事してるって聞いたけど。私は変な絡まれ方しなくなっただけでいいかな。まあね、でもどうせ人は簡単に変わらないからな。今はいいけど、すぐに戻るんじゃない？やめてよ。不吉なこと言わないで。先輩は職場ではほとんど私語をしなくなり、業務に関わることしか話さない。今まであまり聞かなかった感謝の言葉や謝罪の言葉がよく聞こえるようになり、ねぎらいの言葉をかけられたという社員もいる。それを聞いていると、今までがどれだけひどい態度だったのかと呆れてしまうくらいだ。俺だけがターゲットなのだとばかり思っていたけれど、みんなそれなりに思うところはあったらしい。もしかしたら、とこれからの先輩に期待している人もいれば、どうせ変わらないんだからと思って静観している人もいる。当たり前だが、今後どうなるのかは誰にもわからない。それは、たくま先輩次第だろう。そんな先輩は、仕事が休みの土日は、積極的に花村を手伝うようになったようだ。ご両親にはまだ許してもらったわけではないらしい。まずは自分の嫉妬で生み出してしまった飲み会分の賠償として、その料金分を働いて返すことにしたようだ。その働きぶりを見てもらうことから始めるんだと言っていた。たまに配送のワゴンを運転しているのを見かけたりもする。今までの先輩なら絶対にやらなかったであろう仕事を、汗水垂らしながら頑張っている姿を見ると、ご両親に許してもらえる日も
そう遠くないのではないかと思えた。まあ、俺はまだまだ許すつもりはないけれど。今日も花村から出てくる先輩は、大荷物を持ってワゴンに積み込んでいる。タオルで汗を拭く様が、とてもかっこいいと思った。個人的に許すことはできないけれど、これからは心を入れ替えて頑張ってほしい。そう応援することくらいはしようじゃないか。ただいま。いらっしゃ。え、ヨウタ、どうしたの？久しぶりってほどでもないか。来るなら来るで教えてくれればよかったのに。お父さん、ヨウタが帰ってきたわよ。ああ、父さん、ただいま。おお、ヨウタ、お帰り。どうしたんだ急に。ちょっと近くに用事があったから寄ってみたんだ。何かある？ちょっと待ってろ、今すぐに出すから。俺は数ヶ月ぶりに実家の定食屋に顔を見せに来た。お店の中は相変わらず混んでいるけれど、座れる席はありそうで安心した。俺は今はここからそれなりに近い場所で一人暮らしをしているけれど、近くだからこそ用事がなければあまり頻繁には実家に帰らない。そのため両親の顔を見たのも久しぶりのような気がした。二人は驚きながらも喜んでくれて、席に座った俺にコロッケをトッピングしたカレーを振る舞ってくれた。おかわりもあるからな。いっぱい食えよ。ありがとう。いただきます。ほかほかのカレーに嬉しさをかみしめながらスプーンを持つと、お前ヨウタじゃねえか？隣に座っていたおじさんが俺に話しかけてきた。ん？お前ヨウタだろ？久しぶりだな。あれ、おじさん、久しぶり。お前もでかくなったな。なんだ？もう大学生くらいか？おじさん、親戚のおっさんじゃないんだから。それに俺も社会人だよ。成人してんだよ。いつまでも子供じゃないから。え？お前もう成人してたのか。いや、時の流れは早いな。おじさんは全く変わらないね。はは、当たり前よ。その人は昔からの店の常連のおじさんで、そんな話をしながら盛り上がる。定食屋の良さは、こういうところにもあると俺は思っている。おじさん、俺食べてもいい？腹減ってんの。お、食べな食べな。お前、昔からそれ好きだもんな。うん、おじさんはいつもとんかつ定食だよね。知ってる？この店の売り、コロッケとカレーなんだけど。そりゃもちろん知ってるに決まってんだろ。何十年通い詰めたと思ってんだ。こっちはお前が生まれる前から来てんだよ。もう両手両足じゃ足りないくらいには食ったわ。そんな前から？そう、この店はな、昔っから何食べてもうまいんだ。カレーもコロッケも焼きそばもチャーハンも、このとんかつもな。知ってるか？この店はな、そこらの高い店にも負けず劣らず、いつも変わらないうまさってのが売りなんだよ。え？飲食店なら当たり前だと思うだろうけど、それってかなりすごいことなんだ。お前、ここの息子のくせに、店一番の売りをまだわかってねえな。な。おじさんに言いまかされてしまい、悔しいやら、店を褒めてもらって嬉しいやら、複雑な感情だ。確かにおじさんの言う通り、いつも全く同じ味を提供するのはすごいことだ。いくら仕入れ先が同じでも、その日によって材料の鮮度も違う。それなのにいつ食べても全く同じ味で、変わらず美味しいというのは、それだけ手が込んでいる証拠。確かにお店にとってかなり大きな強みなのかもしれない。俺の好きなこの店のカレーにトッピングした特大コロッケ。俺がこの店で一番好きな組み合わせのメニューだ。それを一口食べて、その美味しさに口元が緩む。な？いつもと同じうまさだろ？うん。いつもと変わらない。うまい。だろ？いつ食ってもうまいんだ。だからまた来たくなる。お前の父ちゃんと母ちゃんはすげえんだぞ。知ってる。でもおじさん、あんまり揚げ物食べすぎると体に悪いよ。は、そうだな。新しい店の魅力を知り、おじさんと笑い合っていると、忙しそうに働く両親を見つめる。二人を見ていると、たくま先輩のご両親を思い出した。
厳しく正しい道に導こうとしていた二人。親というものは偉大だ。俺も年を取るたびにそれを実感している。ちょっとヨータ、食べ終わったんならそこでぼーっとしてないでちょっと手伝って、皿洗ってほしいの。は、久しぶりに帰ってきたのに人使い荒くない？文句言わずに、はい頼んだよ。周りのお客さんに笑われながらも、俺は洗い場に向かってどっさりと溜まっている洗い物を一つずつ片付けていく。これがいつも変わらない味を求めて来てくれたお客様の数。それを見ているとさらに両親の偉大さを思い知る。俺も親孝行くらいはしていかないとな。いらっしゃいませ。ありがとうございました。どんなに忙しくてもお客様に笑顔を向ける二人を見てそう思うのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。お前が高卒のくせに大卒以上の給料をもらってる会社の金食い虫だな。つまりわかるな。これからこの会社は俺が継ぐ。つまり高卒の金食い虫のお前は用なしってわけだ。お調子者レベルではない。新社長の傲慢な態度に呆れてしまう。しかし前社長との約束がある。怒りを抑えてその場をやり過ごそうと何も言い返さずに立ち去ろうとした。しかし奴は空気を読まずに畳みかけてくる。おいおい、社長の俺を無視するつもりか？まあいい。明日は、いや、二度とうちの会社に来るなよ、高卒の無能が。と、なおもバカにしてきた。さすがの俺も、もう耐えられないと思い、最後に反論した。そうですか。わかりました。経営者としてこれからのご活躍、とても楽しみにしております。そして、次期社長の横を通り過ぎる間際に、ささやくような声でつぶやく。何が起こってもな。俺の名前は山本翔太。趣味はお菓子を作ること。いや、お菓子作りを研究することだ。周りの人から珍しがられるこの趣味には、ちょっとした事情がある。俺は幼い頃に父を亡くし、母子家庭で育ってきた。母が女手一つで育ててくれ、決して裕福とは言えない家庭だったが、俺は母から愛情いっぱい受けて育ってきた。母には頼れる親戚がおらず、朝早くから夜遅くまで、さらには休みの日も一日パートをやっていた。幼い俺と暮らしていくにはそれでも家計に余裕がなかった。そんな時、俺は預けられていた保育施設でお菓子の存在を知った。翔太くん、お菓子知らないの？お菓子？なにそれ、楽しいの？そうやって無邪気に聞くと、違うよ、お菓子はね、甘いんだよ。チョコレートとかママに買ってもらいなよ。自分の家が裕福かそうじゃないかなんてわからない年頃、もちろんその時の家計事情は厳しく、お菓子なんて贅沢品だった。それでも俺はお菓子という存在を知り、それがどんなものなのか気になった俺は母に、ママ、お菓子って何？甘くて美味しいってみんな言ってたよ。チョコレート、僕も食べてみたい。なんて簡単に言って困らせてしまっていた。悩んだ母は、俺に貧しい思いはさせたくないと、費用が抑えられる簡単な手作りクッキーを作ってくれた。ママ、これがお菓子？チョコレート？そう無邪気に問いかける。半分正解。これはお菓子。でも
名前はチョコレートじゃなくてクッキーっていうのよ。へえ、お菓子にもいろいろあるんだね。いただきます。そう言って初めて食べたクッキーはとても美味しかったのを今でも覚えている。俺はその味が大好きになり、ママ今日も一個に待ってたらクッキー作ってくれる？とクッキーをねだるようになっていった。だんだん自分の家計にあまり余裕がないと分かってきた小学高学年の頃、母の教えでお菓子は買うよりも作った方が安上がりだと知った俺は、母がクッキーを作ってくれるのを手伝うようになった。次第にご褒美にと買ってくれたチョコレートを砕いてクッキー生地に練り込んでチョコチップクッキーにしてみたり、少ないお小遣いを握りしめてお菓子の材料を買い自分好みのお菓子を作ってみたり、とにかくお菓子作りにのめり込んでいった。中学に上がる頃には家庭部に入部した。同級生の中で男子は俺一人だったからちょっと浮いてしまっていたが、慣れた手つきでお菓子作りをしていると先輩から、君すごい慣れた手つきだね、家でも作ってるの？と声をかけられた。はい、母がお菓子作りが得意で初めは手伝っているだけだったんですが、次第に。そんな感じで先輩と話していると警戒心が解けたのか、同級生からも話しかけられるようになっていった。部活動では目新しい調理器具や材料があり、いろいろなお菓子作りの研究をし始めた。やがて最適な配合や焼き方などを試行錯誤し、独自のレシピを作るほどにまで俺はお菓子作りの研究を突き詰めていった。そうやって部活動で作ったお菓子は大量にあるため、自宅への持ち帰りが許可されていた。毎日のようにお菓子を家に持ち帰り母に自慢した。母は俺の作ったお菓子をいつも大喜びして、とっても美味しいと言ってパクパク食べてくれた。そうやって母を喜ばせることは俺にとってお菓子を作るのと同じくらい大好きだった。高校生になってからは家庭部はなく入部必須ではなかったことから、自然と帰宅部になった。母子家庭ということもあり、バイト許可が取れた俺は近所のケーキ屋さんでアルバイトを始めることにした。大好きなお菓子に囲まれて毎日お菓子作りができて、まさにキラキラのパラダイスなんて思っていたが、初めは下っ端としてただただ洗い物をする日々。目の前にこんなにもきらびやかに輝く材料があるのに、そう思いつつ、働くことは母の助けになることを知っていた俺は、どんな雑用をしつけられても耐えて耐えて耐えしのいだ。高校2年生になると忍耐力を買われ、お菓子作りに少しずつ携われるようになっていった。はじめはホイップクリームの泡立てなど、それはそれで体力が必要なことばかり押し付けられたが、高校生になって体力をつけていた俺は難なくこなしていった。何より大好きなお菓子作り、1時間でも2時間でも泡立てられるなんて思っていた。やがて店長のパティシエに声をかけられた。お前正式にうちで働く気はないか？うちは老舗のケーキ屋だから、まずは専門学校に行って資格取得からにはなるが。思ってもみない提案だった。しかし残念なことに俺は専門学校に行っている余裕はない。奨学金制度を使えば行けなくはないだろうが、俺はまずは母を安心させるためにも高校を卒業したら就職すると決意していた。店長の提案は丁重に断り、高校3年生になりアルバイトも辞めることに。そして高校を卒業すると地元の菓子メーカーに就職した。面接でお菓子で人を幸せにするのが夢ですと熱く語り、それが社長に気に入られ採用されたのだ。高卒で入社し、初めは製造工場に配属された。俺が就職した菓子メーカー会社は地元に展開する工場生産のお菓子メーカーで、スーパーやお土産物屋に並ぶ
大量生産が主力だった。工場ではお菓子の製造方法や配合される材料などを知ることができ、ますますお菓子作りの奥深さに興味が湧き、その楽しさにはまっていった。この会社では社長の方針で社員は誰でも企画提案することができた。俺は早速中学生の頃から自分が研究していたお菓子の企画を提案した。その企画が社長の目に留まり、工場作業が終わってから時間外手当を出すので、まずはサンプルを作ってみてほしいと言われた。言われるがままにサンプルを作り、社長に提出すると、社長はそのお菓子の美味しさに驚いてくれた。さらにこのサンプルは材料も会社で作っているものと同じで、しかも今回は工場にあった材料だけを使って作ったことを伝える。社長は少し考え込み、その場で、君、商品開発部に来ないか？と提案され、俺はもちろんその場で承諾し、会社のお菓子作りに貢献していくことになった。実は洋菓子は気温や湿度の微妙な違いで、同じ材料、同じ分量、同じ製造方法で作っても味が違ってくる。俺は今までの自分の研究からそれらを理解していて、詳細を資料にまとめて社長に報告をした。それを見た社長は俺の能力を評価してくれて、商品開発の傍ら工場での品質管理も任せてくれるようになった。その結果、工場生産のお菓子の割にはとても美味しいと評判になり、会社の売り上げが倍増した。さらには地域雑誌や地域番組などの地元メディアでも多く取り上げられるようになっていった。会社の成長に大きく貢献した俺の能力を社長は適正に評価し、高卒ながら大卒以上の待遇で給料を払ってくれていた。すべてが順調で毎日が楽しい、そんな矢先のことだった。社長が急逝したのだ。訃報の知らせが届いた時、俺はショックを隠せなかった。一社員の俺を大切に扱ってくれて、時には夜遅くまで一緒に残って新商品の開発をして、今までの思い出がよみがえり、自然と涙があふれる。社長と仲が良かったことを知っていた同僚は俺のことを慰めてくれた。そして俺は社長の意思を受け継ぎ、これからも会社のために働こうと改めて決意した。数日後、それは社長の葬儀中のことだった。俺が商工氏、喪主である社長の息子裕二さんに一礼すると、おもむろに立ち上がってこちらに向かってきた。そして、君若そうだけど名前は？といきなりに聞いてきた。俺は素直に自分の名前を述べる。すると俺の名前を聞くなり、お前が商品開発部の高卒だなと言ってきた。僧侶の度胸が続いているのに、それを気にしないで裕二さんは言葉を続けた。知ってたか？父はお前を無能だと思っていたんだぞ。それなのに態度がでかいから給料たくさん出さざるを得ないって嘆いていたんだ。そんな、まさかあれだけ俺によくしてくれていた社長がそんなことを思うはずがない。俺は反論したい気持ちがあったが、社長の葬儀でことを荒立てたくはない。その気持ちをぐっとこらえた。つまり、わかるな。これからの会社は俺が継ぐ。つまり高卒の金食い虫のお前は用なしってわけだ。裕二さん、いや、次期社長の話は前社長からいろいろ聞いていた。お調子者で食えないやつだが、根は真面目で俺と同じく菓子を愛している。山本君と同い年のせがれだし、俺はいつかあいつにこの座を譲ろうと思っている。その時はぜひとも仲良くしてやってくれ。そんな風に話を聞いていた。しかし、なんだろうか、この態度は。お調子者という話では済まされない傲慢な態度。それでも俺は社長との約束を守るために、その場をやり過ごそうと何も言い返さずに立ち去ろうとした。
しかし次期社長は空気を読まずに畳みかけてくる。おいおい、社長の俺を無視するつもりか？まあいい。明日は、いや、二度とうちの会社に来るなよ。高卒の無能が。と、なおも馬鹿にしてきた。さすがの俺も、もう耐えられないと思い、最後に反論した。そうですか。わかりました。経営者として、これからのご活躍、とても楽しみにしております。そして、次期社長の横を通り過ぎる間際に、ささやくような声で、何が起こってもな。そう言って俺は、その場を去った。後ろで何かをめいているような声が聞こえた気がしたが、俺はお構いなしに歩き続ける。俺はその足で会社に向かい、自分のデスクを片付け始めた。前社長が亡き今、もうこの会社には未練がない。いや、未練自体はある。社長と試行錯誤したこの山のような企画書たち。俺たちはまだまだ道半ば。これからが正念場だったはずなのに。またも悲しい気持ちが込み上げてくる。前社長がいなくなっても、これらを成功させて、天国から見守っていてほしい。そう思っていたのに、どうしてこんなことになってしまったのだろう。突然の訃報だったが、社長の意思を継いで会社のために働こう。そう決意したはずなのに、あの息子が社長になって今まで積み上げてきたものをバカにしてくるくらいなら、俺の短気さが原因なのか、彼の傲慢な態度が原因なのか、結果としては俺の決意は無駄になってしまった。たまたま当番で残っていた総務の人に、あれ山本君どうしたの？今って前社長の葬儀中なんじゃ、と話しかけられたため、いろいろあって俺クビになっちゃったんです。ちゃんと挨拶できなくて申し訳ないんですが、みんなに今までありがとうございましたって伝えてください。え、山本君がクビって、それじゃあ誰が工場の？そう言いかけたが、俺はその言葉を遮るように、今までありがとうございました、そう言って会社を後にした。強気の姿勢を見せた俺だったが、突然クビになり、正直答えるものはあった。やることがなくて、毎日毎日ただただ家でぼーっとしていることしかできず、生きる意義を失った廃人のようになってしまったのだ。母はそんな俺に笑って、ねえ翔太、今まで頑張って働いていたってこと、母さんはちゃんと知っているのよ。翔太がお給料をたくさん家に入れてくれるおかげで、私にも余裕ができたのよ。それに美味しいお菓子もたくさん食べさせてくれて、本当に嬉しかった。たくさんたくさん頑張った翔太に、きっと神様が休みの機会を与えてくれたのよ。ねえ、せっかくだし休みを満喫して休憩してみようよ。そう言って俺のことを慰めてくれた。しかし終わりなき休み、それでも転職サイトに登録しようなんて気力も起きず、家でゴロゴロしていた俺。次第に俺は気分転換をしようと思い、久しぶりにお菓子を作り始めた。会社では嫌になるくらいサンプルを製造していたが、家で作るのは入社して以来で、なんだか不思議な感覚だった。せっかくだし会社で企画途中だったお菓子でも作ってみるかと手を動かす。だんだん前社長と一緒に試行錯誤して開発室でサンプルを作ったことを思い出し、思わず涙があふれてきてしまった。そして出来上がったクッキーはどこかしょっぱい味がした。そうやって気分転換をしているうちに、徐々に気が晴れてきて、そろそろ再就職先でも探そうかと思っていた。そんなある日、突然知らない電話番号から着信が。俺は
いたずら電話かと思ったが、一応出てみることにした。お、山本の電話だよな。こんな昼間に電話に出るってことはどうせ暇しているんだろう。仕方ないからまた雇ってやる。だから今すぐ会社に戻ってこい。この聞き覚えがある声は、それに傲慢な態度。電話の声の主は名乗ることはしなかったが、おそらく現社長だろう。俺は呆れながら、もうクビになって辞めたんで会社に行く必要ないですよね。そもそも俺はもう部外者、赤の他人なんですよ。それなのにその態度、何なんですか。一度は会社を辞めた身、俺にとって現社長は何の関係もない赤の他人だ。だからこの前の鬱憤を晴らすように強気で反論した。そしたら長い沈黙の後、今度は泣きそうな声で、頼むから、頼むから会社に来てくれと懇願された。先ほどの態度とはまるで違う。まるで何かの糸が切れたように弱々しい社長。俺は復帰するかどうかはさておき、明らかに様子がおかしい社長が気になり、仕方なく会社に向かうことにした。会社に入るとすぐに秘書の人に話しかけられた。山本さんですね。お待ちしておりました。さあ社長がお待ちです。そうやってせかされるように社長室へと案内された。失礼します。赤の他人の関係になったとはいえ、相手は社長だ。一応礼儀もあるし挨拶をする。すると俺を待ち構えていた社長は俺を見るなり、いきなり土下座をしてきた。すまなかった。山本さんには謝っても許されないような態度をとってしまった。だからこそもう君の力には頼らず、俺の力で何とかしないといけなかった。しかし商品の味が落ちたとクレームが止まらない。工場長に原因を聞いたら、君がいなくなったせいだと聞いた。代わりになる人材を探したが誰もいなかった。だからどうしても君の力が必要なんだ。そう、実は俺は毎日の気温と湿度、天気を確認して材料の配合の配分と製造工程の調整を朝一番で工場に伝えていたのだ。工場での大量生産は実はこうした微妙な違いによって味に変化が起きやすい。昨日スーパーで買った菓子が美味しかったから次の日も買ってみたら、大元の味は同じだけどなんだか風味が違う、なんて経験はきっと誰しもあるだろう。俺はそれを研究した。だからこそ毎日最高の状態の菓子を先方へ提供することができる。つまり当たり前だが、俺の指示がなければレシピ通りに作っても味が落ちてしまう。俺をクビにするということはこうやってクレームの嵐につながる。それくらいは予想していたが、社長の態度に怒りを覚えた俺はあえて何も言わずに会社を去っていたのだ。君のことを無能だなんて言ってしまって本当に後悔している。君の能力は我が社に不可欠なものだ。前の給料の倍を出しても構わない。だから頼むから会社に戻ってきてくれ。そう言って改めて土下座をする社長。社長、社長の気持ちは痛いほど分かったので顔を上げてください。俺のその言葉を聞いて社長は、それじゃと目を輝かせる。そんな社長には悪いが、俺は一旦首を横に振る。社長、実の父である前社長の葬儀の席、どれだけ神聖なものか分かっていますよね。それなのにあの態度をとって許されると思うのですか。どうしてあんなことをされたんですか。そう言って社長を問い詰める。山本さんの言う通りです。話すと長くなるけど聞いてくれるか。そう言って社長は語り始めた。
社長、改め裕二さんは前社長に憧れを抱いていたらしい。自分も父のように多くの人をまとめ上げる偉い人になりたい、強く生きたいと。ただ偉い人になりたいという気持ちは傲慢さを生む種になってしまったのだろう。そんな裕二さんに対して前社長は厳しい評価をしていたようで、父に認められない裕二さんは何が足りないのか、どうすればいいのかわからない中、ただ闇雲に勉学に励み、いい大学へ進学し、とにかく高みへと進んでいったそうだ。そんな時、いつからか前社長は俺の話を裕二さんにしたらしく、その内容は、工場で働いていた社員が面白い企画をしてくれた。人事データを確認したところ、有名大学や有名なパティシエ専門学校出身でもなく、普通の地元の高校卒の子だった。彼の能力は我が社には必要なものだった。ええかい、学歴も大事だが、それに縛られてはいけない。もっと視野を広く持って歌詞とも向き合ってみなさい。そう告げられた裕二さんは当時、歌詞は工場で作るもの、そこにいる社員はただの会社の駒、大事なのは経営力だからこそ、経済学を極めて世間の動向については事細かに調べたらしい。そしたら俺が高卒にもかかわらず大卒以上の給料をもらっていることを知ることになり、ただでさえ息子である自分より一社員の俺が前社長に褒められているのが気に食わなかったのに、さらに追い詰められた気分になったそうだ。どうして自分はこんなにも頑張っているのに見てくれないのか、どうして元工場社員の高卒を目にかけるのか。その気持ちはやがて嫉妬心に変わり、前社長の葬儀で俺を見つけた瞬間、それまでの鬱憤が爆発してしまったらしい。一通りの話を聞き終えた俺は、そうだったんですね、自分は母子家庭なので父がいません、だから絶対とは言い切れませんが、と前置きをして裕二さんに語った。もし本当に息子のことを何とも思っていないのなら、後継に指定したりしないし、そんなに厳しくするとも思えないんです。まして同じ会社で働かせたりしないと思います。それに前社長は俺が引退しても会社を頼むぞっていうのが口癖でした。それって裕二さんに後を継がせてからも会社を、そして新しく社長となる裕二さんを支えてくれってことだったと思うんです。そして前社長は裕二さんを立派な社長にするために厳しく接する必要があった。裕二さんに足りないものを一つでも身につけられるようにヒントも少しずつ出して。そうか、父は俺のために、とぼそりとつぶやく裕二さん。俺は続けて、それに自分は裕二さんとは違ってあくまでも一社員です、だからこそ社長は適正にありのままの私の実力を評価してくれていただけなんです。期待はしてくれているようでしたが、裕二さんは息子、評価のされ方もプレッシャーのかけられ方も違います。まあそこまで不器用な前社長もなかなか問題ですけどね、と苦笑して裕二さんに語りかけた。裕二さんは目に涙を潤ませた。裕二さん、あなたは確かに間違ってしまった。俺は今でもあの時のことを忘れられないし、きっとこれからも根に持つことでしょう。だけどあなたの気持ちを聞けてよかった。社長が言ってたんですよ、根はいいやつだって。なんだか分かったような気がします。それに前社長の接し方にも少し問題があったみたいだし。もう分かりましたよ、そんなに懇願されたらかなわないです。明日から復帰しますよ。でも社長も傲慢さは自重してくださいね。次あんなことがあったら今度こそきっぱりやめちゃいますよ。そうからかうように笑いかけると、裕二さんは泣き崩れた。俺は泣き崩れた裕二さんをなだめる。ふと空を見上げてみると虹がかかっていて、なんだか天国で俺たちを見て
微笑んでいる前社長の姿がまぶたの裏に浮かんだ。俺は翌日から元の待遇、いや社長に提示された2倍の給料という破格の待遇で再び会社に復帰した。あのあと元の待遇なら文句はないと伝えたが、せめてものお詫びにと言われたので、ありがたくこの待遇を受け入れることにした。まあ実際社長に言われたことは今でも許せていないし、これくらいの優遇は前社長もきっと許してくれるだろう。今の社長はつきものが取れたように俺に対して商品開発の協力をしてくれるようになった。その姿はいつかの前社長の姿と重なって、やっぱり親子なんだなと感心した。俺はそれからも精力的に新作を開発し、いくつかのヒット商品を生み出すことに成功した。ヒットしたのはすべて社長からのお墨付きをもらったものばかりで、確かに経営者としての能力は申し分ないなと感じたのであった。ある日の夜、俺と社長、改め裕二さんは個人的に飲みに来ていた。いや、山本さん、いつも墓参りに付き合ってもらって悪いね。いえいえ、俺も前社長には本当にお世話になりましたから。お、グラスが空ですね。継ぎますよ。そう言って俺は社長のグラスにビールを注ぐ。なあ、山本さん。いや、翔太。一般人モードになっていいか？もちろん。じゃあ俺も友達として話すよ。俺たちは同い年であり、心の内を打ち明けたことから親密になり、つかの間、こうして友人同士として飲みに来るようになった。せっかく友達モードになれたんだし、ここは俺がおごるよ。いやいや、さすがに悪いよ。友人モードだとはいえ、俺社長だし。そう？でもさ、ぶっちゃけ給料2倍にしてもらって、結構余裕できたんだよね。家に納める額を多くしようかと思ったけど、母さんは、もう十分よ。それより自分のために使いなさいって、かたくなに受け取ってくれないし。俺の趣味はお菓子作りだけど、それは会社で全部できちゃうし、プライベートで使うこともないしで。確かに給料2倍はぶっちゃけやりすぎたかなって痛感してる。だってもともと高かったもんね。それを2倍って冷静に考えたら、役職者よりももらえちゃってるんだよな。経営会議の時のあの反発、ああ、思い出しただけで頭痛が。経営会議の反発？それは初耳だった。俺は裕二に何があったのか問い詰めた。何でも俺の給料を2倍にすることで会社に呼び戻し、各方面のクレーム対処、また契約を何とか続けさせてもらえないか打診すると経営会議で発表した時、2倍は多すぎると大反発があったようだ。どうやら俺はただでさえ大卒以上の給料をもらっていたことから、裕二のように俺に対して嫉妬心を持っている者がいたようで、今回の2倍宣言でついに反発してきたらしい。それでも2倍だけの価値はきっと数ヶ月で見せてくれる。仮に2倍にしたことによって今の業績が下がるようなことがあれば、自分自身の給料で補填すると裕二が宣言したことによって、その場はなんとか収まったらしい。なんとも無茶な話だ。仮に俺が頑張らなかったらどうするつもりだったのか。そもそも俺が頑張ったところで、菓子には季節やブームによって売れ行きが大きく変わる。味を追求するのが俺の唯一できることであって、さすがに世間の流行を操作することはできない。万が一うまくいっていなかったらどうなってしまっていたのだろうかと無茶をした裕二を責める。確かに翔太は菓子の味関係にしか詳しくない。だけど俺が学んできたのは何だと思う？経営学だぞ。世間の流行なんて手に取るようにわかるってわけ。だから俺とお前がいる時点で成功は目に見えていたんだよと自信ありげに言う。まったくと呆れつつ、長所は伸ばして生かして、短所は仲間と一緒に補い合う。
そんな新しい会社のあり方を示してくれたのはユージだ。本社ではユージが俺をクビにしたということで大パニック。工場からもいつもの指示が来ないがどうなっていると社内クレームもあり、それが社長であるユージの仕業だとバレるとこの会社終わったなと見限る人も多かったらしい。でも最終的に俺を呼び戻して前社長に劣らない、それどころか増す勢いでヒット商品を出し続けていく姿を見ていくうちに、他の社員も今の社長ならもっと大きな夢を見せてくれるかもしれないと、残った社員たちは社長を高く評価するようになった。ああ、話は変わるが翔太、これはあくまで友達、友達の話だからな。その友達も社長なんだけど、仲のいい一般社員がいるみたいで、しかもその一般社員の能力は他の役職者をしのぐほどのレベルで、一般社員のままにさせるのはもったいないらしい。だから部長にでも昇進させてあげたいんだけど、その子が珍しい高卒っていうのもあって、周りからの反対と、仮にその反対をしのけても当事者が妬みとかひがみとか受けてしまうかもしれないし、本人はどう思うのかなって悩んでるらしいんだよね。翔太はどう思う？そうニヤニヤした顔で俺に問いかけてくる。これはあれだな、友達の話なんだけどで始まる会話はだいたい相場が決まってる。果たして指摘するべきかと改めてユージの顔をうかがう。なあなあ、どうなんだよ。そうニヤニヤと問い詰めてくる様子を見て、俺はこれは絶対わざとだなと確信した。俺は少し悩んだが、仕方ないから乗ってやることにした。俺は当事者じゃないからわかんないけど、実はその一般社員の立場と似たような立場にいる友人がいてな。これはその時話した時に聞いたんだけど、友人補正で贔屓されるなんてことは絶対に嫌だ、正当に実力を評価してほしいって言ってたな。ほーん、友達がねえ。続けて。ユージはずっとニヤニヤしながら俺の話を聞く。そのニヤニヤ顔に呆れながらもまだ乗ってやることにした。あとはなんだっけな、あ、そうそう、仮に本当に第三者目線から見て自分の実力を評価してくれているのであれば、そろそろ昇進させてくれてもいいんじゃないかなとも言ってたぞ。なるほどね、その友人は昇進には結構興味がある感じね。なるほどなるほど。そうやって茶番をしながら飲む酒は俺たちにとって本当に束の間の休息なのであった。俺が復帰して1年、会社は右肩上がりの黒字成長が続き、県内では一番の有名な菓子メーカーにまで成長し、ついに地区進出も視野に入れていた時、俺は若くして開発部責任者となった。後から聞いた話だが、やっぱり経営会議では俺の昇進をめぐって壮大なバトルが繰り広げられたらしい。それでも俺が復帰してからの1年間の業績向上、そして企画の真新しさ、それらを評価してくれる人も多く、以前に比べて比較的少ない反発で俺の昇進の採決を取ることに成功したらしい。ユージがいろいろと頑張ってくれたのだと聞いて、なんだか俺は嬉しくなり、空を見上げて天国の前社長に報告した。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。